ジオ木曜ジャンクサマーズの逆にあれだろ関東お笑い祭り。三馬正人、大竹和雄、そして、まあ、TBS ラジオキーステーションにお送りしておりますサマーズの逆にあれだろ今夜はスペシャルウィーク、うん、関東お笑い祭りを開催、早速今夜のゲストをご紹介しましょう。出川哲朗さんです、よろしくお願いします。お招きいただきましてありがとうございます。クリオシュー、ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは、はい、ありがとうございます。異色のこの3組でこんなにいっぱいね集まってくれると思いませんでしたこれ、はい、3組だけですか。あんまり読まないんですか。あんまりないですね。で祭りを開催したいなって言ったら、これだけのメンバー、これ祭りって言えるあの、ね、少数人しかいないです。あとねこのスタジオ全部含め野郎しかいないんですね。そうだよね。普通ラジオといえば可愛い女の子のアシスタントとかいるよね、あの AD の子とかいるの。そうそうそう、一人もいないんです。本当にいないね。確かに女っ気ないな。でこのどんよりした空気、ね、男ばっかですよ。その男もちょっとなんかダークな雰囲気、ちょっとオタクっぽい人ばっかですよ。テンション高めいないですよね。メガネ率も高いです。フードメーカーいないからフードメーカーいないみたいなね。俺らもさギリギリで入って申し訳なかったけどさ、入ってきた瞬間さスタッフ誰一人に出川さん今日よろしくお願いしますって言われないからね。別に誰一人からよろしくとかあんま思ってないんですよ。まあ呼んだから監視カートみたいな感じでしょ。だって学園に呼びに来ないよ。俺ら自発的に来ましたからね。そうでしょ。そう、あのね、暗い本当に誰一人人に気使えない。あのね、嫌なスタッフだな。変わった人しかいないの。そうだよ。だから高須とかいないですもんね。いないでしょ、モテそうな人はいないでしょ。確かにいないな。失礼な話、同性率高いですね。そうそう、ベースがいや分かんねえだろ。ベースが同性か同じや。風俗の匂いすらしないから。そうなの。お金払うのはもったいないっていう。ほぼオナニー。自分でどっちかというと口説いてしたい願望はひどいんですよ。あ、でもスタジオは明るいじゃないですか。そうね、よかった。明かりはね、ここまで暗くする意味がここはせめてな。はい、今日は早速ね、はいはいはい、一個あのちょっと出川さんになんですけど、あの確認したいあの、まあ、メールですか、はいはい、ちょっと読みたいと思います、はいはい、上田の妹のパンティ希望という方から、はい、ああ、わかりました、送ります。やめた方がいいですよ。織物とかすごいんですから。なんでお前そんなの知ってんの。妹も結構もう年だもんね。もう年ですか。30ですから。ないですよ織物も。これお笑いってすごいよね。お前そんなのなんで知ってんだよ。終わりだからね、家族ボロクソ。これ一般だ、訴訟問題です。そんな人が俺のリアクション応援だ。可愛いんですよ、でも妹。いや、まあ、最悪ですよ。あ、そう。最悪って分かってる。最も悪いってことだからね。もう売り物ですから。もう、ゲロ出ちゃうね。お笑いじゃなかったら本当に訴えてる。勝てるからね。勝てるもん、絶対勝てる。証拠もあるし。じゃあ紹介したいと思います。はい、先日、はい、知り合いから、出川さんを目撃したという話を聞いたので、ちょっと報告させていただきます。何ですか？場所は横浜にある某高級ホテル。はいはい、そこの最上階に位置するおしゃれなバーに、出川さんは外国人らしき女性と、二人で来ていて、周りにいた人たちから 100% 出川だということがバレているにもかかわらず、出川さんは外国人のチャンネル相手に終始ご機嫌だったようです。またその日は出川さんと誕生日が近かったらしく、バーの店員さんや周りにいた人たちからハッピーバースデーツーリーハッピーバースデーディア出川、という祝福の歌を歌われるというどうしようもない光景も見られていたそうです。バカかよって感じ。まあでもこういうのね、うん、嘘も多いから、うん、どうですか出川。ちょっと本人に、ね、いやびっくりしたね。いやちょっと反論させてください。いや本当だ、これ事実なんかじゃん。事実かどうかをまず言うのよ、はっきり反論ってなる。びっくりしましたけど 100% 事実です。マジで、もう外国人と何一つ間違ってないんだけれども、これはこのね、はい、あのメール
だとまるで僕が望んで僕がセッティングしたような感じでしょ、うんうん、でも違うんですよ、あの僕の誕生日に彼女があの祝ってあげたいって言うから外国人なんですね。マジで何人の方、ロシアの方で、おおっとちょっとイメージねえな、出川さんロシア女と、どうしたこれ、いや本当にいやちょっとはあのいや普通のとこが僕はいいからっつったんだけど、はい、いや私が前行ってすごい気に入って、あのここあの、はい、てっちゃんに見せてあげたいからっつったら、もう生バンドですよ、ピアノとか、あそう、でもそれが高級の高級工業店の最上階、はいはい、そこのしかもねライブの目の前にテーブル席うわもうあの本当はねあの窓の横の一番いい席予約したんだけど、はい、もういっぱいだったから取れなかったから、うん、あの逆にあのステージの目の前してもらったとか言って逆にするいい迷惑でそんな喋り方ないそんな喋り方ないもういやいやもうほんで座った瞬間うわこことか思って、うん、勘弁してくださいとか言うんだけど、はいはい、もう他席ありませんとか言われて最終的にはそこで、でそこの場レストランはなんか誕生日の日にはあの綺麗なお姉さんがハッピーバースデーマリリンチックに歌ってくれるの、はい、で誕生日の人が何人かいて、うん、よかったなと、俺僕はね3日違いだったんですよ、はい、16日かなんかにいて13日が誕生日で、うん、であよかった当日じゃなくてと思って、うん、ほんでロシアの方がトイレに行ってトイレから戻ってきてちょっと経ったらもう一人誕生日の方がいましたやべえこの空気はまさかとか思ったらもうハッピーバースデーデガワーなんで上なんですか、最悪だったファミリーネームなんで入ってなかった人までみんな気づき始めてでまた歌手にシンガーの方がテレビでいつもあの楽しませてもらってますとか余計なコメントしちゃってマイク通してもうそうほんとみんなわーっておめでとうよかったじゃん、嬉しいじゃないですか、でもしたらちょっとかっこいいじゃないですか、ロシア人でしょ、そうでしょ、いやそうだけどさ、なんか隣の知らないちょっと怖そうな人からなんかフルーツとかもらっちゃったりして、それも黒い交際ですね、いや黒くないけどあれはね正直本当久々に大赤面、いや赤面とかもいいんですよ、なんでそのロシアの人も そんなの聞いてないんですよ、どういう関係なんですか、だって意味が誘われたってことは好きってことでしょ、えどこの意識だったんですか、あ、もともとですね、あの、キャインの番組で、キャインの番組で、あの、異文化交流とかなんとか言って、はいはいはい、外人の人と、詳しく言うとバレるか誰だか。もしなんか所属してる方ですか、バレるか。相当詳しく言いましたよ。キャインの異文化交流だから、要は、あの、道で知り合ったっていうか、なんていうか。恋人なんですか、これ付き合ってんでしょ、これ付き合ってんでしょ、出川さん付き合ってんの、まず芸能ニュースですよこれだって企画以外でプライベートで交流を図ってるわけでしょ、しかも誕生日で2人だからね、いやあれね、てすごい暴露だな、あ全然否定しねえな、今の場合は何て言うべきかとか、あなたたちどういう付き合いか分かるだろう、異文化交流ですよね、異文化交流、異文化交流はしてますよ、付き合ってるんですよね、だからそれを分かるだろう、分かりませんよ、日本語喋れるんですか、喋れるのよ、片言だから、じゃあその後は片言が可愛いのよね、あのてっちゃんだってちゃんだで、それ終わったらどこ行ったんですか、何がその下の部屋ですよね、当然帰りました、帰りました、嘘なわけないです、出川さん出川さんが帰るわけないマジですっげえ男としてがっかりですよ、それ帰ってたら、いやいや、あのこのホテル泊まりたかったって言ってたね俺すげえ羨ましいわ、すげえ、なんて名前なんですか、なんて名前、名前はいい、名前はいい、で背いくつぐらいなんですか、背僕より高いですね、あの体も体もグラムラスな、大竹君は本気で羨ましがってます、いやいやだってありえないよね、外国の方と夢でも夢、うん、ロシア人おっぱいとかやっぱりどんな感じなんですかね、いやあのねスタイルもいいんだよね、へえ、いやホント今まであのお金を払わない外国の人の異文化交流初めてだったもうぶっちゃけた話してる人だよ、ぶっちゃけた話、ぶっちゃけた話、異文化交流っていや何でもいいと思ったら、ぶっちゃけてますねもっと聞きたいねこれ、あこんな情報もちょっと送ってもらおうか、もうこれ以上はないですからね、もうないです、ありちゃんとかひどいからね、本当に女性の扱いないですよ、僕はそんな異文化交流は、異文化交流この人車の中でばっかだから、異文化交流異文化使わないのよ、異文化交流って言えば綺麗に聞こえると思ったらお間違いですよ、ね、要はやってんでしょ、異文化交流、異文化じゃないですよ、お前せめて部屋で交流してあげろよ女の子のために、だからそういう言い方すらいいと思ったら面白いです、
んでしょうね。パコリューパッカー。そこがいいんだろうね。だから家でなんかできない理由みたいなことがあるんでしょうね。何をしてるそんなこと言ってるんですか。決まりの人がね。あと上田が謎だね俺は。あいつだって子供2人いますって急に言われて俺なんか恨みした感じなんだけど、それは相方の僕ですら。そうです。そうなの。そうなのかよ。こいつ謎なんだよ。可能性はあるよね。だから解き明かしたい。ちょっと落ち着いた感じだよ。女の子のネタがあんまり出てこないもんね。そうなんですよ。いや本当にもう一切クリーンですもんだって。実際ちょこちょこ遊んでるわけでしょやっぱり。え？ちょこちょこ遊んでこう。いや僕異文化交流は本当ないですね。だから異文化。なんで海外の人に感じる。あそう。全然もう、うん、もうおっさんになってきてるからね。そんなことはないです。出川さん元気良すぎるからね。僕は元気ですよ、元気ですよ。すごい酒は。まだまだ元気でいたい。こんなね、ハガキも来てるんですよ。どうしてますか。これはですね、千葉県の農子ちん。これね、女の子の18歳の女の子ですね。はい。これね。サマズさん、クリームシチューさん、出川さん、こんばんは。こんばんは。今日は特に話題がなかったので、友達15人に。5人の中で付き合いたいのは誰というアンケートを取ってみました。この5人ね。結果、上田さん3票、有田さん2票、はい、三村さん3票、大竹さん7票、そう、ダントツ大竹さんがトップでした。ですが、私は出川さんが0票というのはおかしいと思います。あ、0票なんだ。だって気づいてなかった。さらっと0票でした。5人だから。ちょっと気がしましたよね。名前が出てこなかったから。いやいや、どうせあれだと俺、作家さんが書いたんでしょ。いや、違う、マジですよ。ですが、出川さん面白いし、体張ってて素敵です。そう、私今すごい金欠なのでお小遣いくれたらもっと素敵です。よろしくお願いします。ていうかその子は出川さんがゼロ票はおかしいと思いますって言ってるけど自分も得票してないわけですよ。自分も入れてないんですよ。ねえ、自分も投票してねえんだもん。ちなみに私は大竹さんでした。ああ、ね、外国の方？それ日本の方ですか？千葉県です。千葉県。ああ、じゃあダメだ。海渡んないとダメですよね今出川さんは。出川さん。今日ね。うん。このファックスのテーマ、はい、前がファックスとかメールでねテーマを決めて送ってもらってるんですけど、はい、今日関東お笑いランキングといってですね、関東でベスト5を決めてみたいな。関東ってこの5人しかいないの？もっといますよ。いやいや、関東のトップ5みたいなことになってるわけですよ。ああ、嬉しい。なってるんだよ。で、このトップ5で、はい、中途半端なトップね。なんかこう、自分の番組を持たないのは九州だからね、2人とも。そう。全然いつも俺ら東京代表みたいに言われるけど、むしろ関西寄りなんですよ。大阪寄りですからね。隠し芸で言ったら西のチームだ。そうだよな。ということで、順位を、出川さん、上田、有田、大竹、三村の順位を、何でもいいです。何のランキングもいいです。うん、たまに一人加えてもいいです。例えばでかそうなランキング。でかそうなランキング。で、2位、キムタクを一人加えてとか。うん。例えばキムタクは2位な、2位とかね。2位とかね。うん。抜群のサガネを加えたり。はい。何してもいいですから。ここはあんま加えなくていいんじゃないかな。抜群のサガネ、ね、加えといて4位とか微妙。いや、加えんなよって。ね。1位ならまだしも。じゃあ、それも自分で考えるってことね。うん、そうです。お前は、女に冷たそうなランキングとか、お金にうるさそうなランキング、チンコが大きそうなランキング。ああ、これは言うずれないな。最後のイメージでは。はい、譲りますよ、じゃあ。その他、出川さんとかクリミシエの質問、うん、このメンバーでやってほしいことなども募集しております。はい、メールアドレスはあれ、@best.tbs.co.jp、ファックス番号は東京0355629540、メールとファックスには住所を必ず記入してください。採用された全員に、全員集合のあれ、今日メールファックス、そしてハガキを送ってくれた人の中から抽選で、ゲストからもらったプレゼントのあれを差し上げます。これ、なんかプレゼントをね、ゲストの方からいつももらってるんですけど、はいはいはい、なんか聞いてますか？いや、ダチョウさんじゃないけど聞いてないよ。ね、本当に聞いてませんね。じゃあ、2万円ずつ。そんな取られるんだ。2万円。ギャラ以上ですよね。ラジオですから。それサイン入れて。あ、お札に。折り返してますよ。そんな拒否しないもん。いや、それはやだよ、俺。ないよ、薬、風邪薬とかだったら。日本の金でいいんですか？2万円って異文化交流の方どうしたのかな。マルクとかそういうの持ってる。あ、それは本当に聞いてなかったっす、ね、なんかください。じゃあなんかカバンに入ってるもんとか、上田があれですよ、結構趣味で作ってるもんがありますから、ちょっとそれをあげるよ。何趣味ですか？趣味で作るカレンダーみたいな。
あ、それもな、それ。クリームシューカレンダーみたいなの作るんだよ。なんで俺が趣味で作るんだよ、それ。卓上カレンダーみたいな。こういう人気者にやっぱね、憧れてるとこある。ないないでしょ。あれで、いやいや、沖縄で撮影した。違う違う。雑誌社で作ったやつ。そう、写真をもらって、それをパソコンで、卓上カレンダーで自分で作るんで。そんなとこなんだ、お前。来るわけないんだよ、それ。ねえよ、そんなとこ。ただ違うじゃないか。だからねえっつって。6月以降全部自分の顔で。うわ、自分好きなんだな、意外と。じゃあ、それはもらおう、とりあえず。はい、それは。とりあえずも、じゃあ、なんか、終わりまで考えておいてもらって。はい、はい。とりあえずね。これしか物がないな。もらいましょう。はい。さあ、それでは、一曲聞いた曲聞いてもらえるんですかね。はい。はい、じゃあ、ウルフルズ、トータツ松本さんのソロアルバムかな。うん、トータツ松本、スタボン・カインド・オブ・フェロー。もう持ちきりですよ。はい、ね。当然ですけども。発表によりね。札幌市の渡部雄介から来てますけど、この前ある芸能レポーターが、出川さん近々結婚するんじゃないかと言ってました。出川さん結婚のご予定はあるのですか。あれ、あ、でもこんな騒ぎになってますね。あ、いや、それはですね、全く別バージョンで、トースポに乗って、うん、ほんで、あ、たまたまそのロシア人の話になったんですね、さんまさん、さんま御殿で。はいはいはい。そんで、お前の遊んで、付き合ってんのかとか言って、うん、まだ微妙な時期だったんで、僕があやふやに返事しちゃったんですけどね。はい、そしたら、なんだ、お前、珍しいな、お前、そんなおどおどするなんて、とか言って。あ、まあ、いつもおどおどするキャラなんだけど、さんま御殿だとちゃんと珍しく返してるキャラなんで。お前、わかりましたんや、とかなんとか言われて。わかりました。笑い魂としてはちょっと。お前、戦いのリングから降りたのか、とか、本番に言われても焦っちゃって。そてさんまさんに楽屋でなんか本当にやばいことがあるんだったらカットするから言ってくれやとか言って、はいはいはい、優しいですね。そう、優しいんだよね。ほんで、でも面白かったでっつったから、何言ってんですか、面白いんだ、面白いと思っていただけんだったら全部使ってくださいとかなんとか、俺は常に戦いのリングに立ってますって、前の彼女の話になったら前の彼女が結婚しちゃうと、マジで、それマジですか、マジですか、号泣、また号泣で、そんな話をショックなんですって。それ早い。そんでまた俺が戻ってこいとかなんか言ったとか、なんかそんな話をさんまさんの楽屋で言ったら、それがそのままトースポに行ってしまって、結婚するんじゃないかとか言われたんですけど、全くないんですよね。だ、逆に向こうにすごい迷惑かかっちゃって、向こうの親とか向こうの彼氏に、はい、何結婚、何出川と結婚するのどういうこと、なるほど、大迷惑かかっちゃった。なるほど、ね。婚約解消かよ、みたいな。そう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 。そんなことはなくて。そうだ、俺、全く俺じゃないんだよね。そういうのね。リアクションしにくいんですよね。そうそうそう。そう、ね、リアルとギャグの狭間ね。そうそうそう。ふざけてもなんか向こうのね、親が怒ったりしてしますもんね。なんかリアルな話で、なんか空気もそんな変な。いや、たまたまさっきほら国際結婚するみたいな話になってたから。あ、そっちかな、ね、そっちかな。そっちなんですよね、どっちかというと。うん、その嫌な笑いの、あれもあるんだよね、心の中に。奥さんそのロシア人と結婚したらちょっと面白いんじゃないか。いやいや、いやだな、本当に言うとダメなんですよ、だから。嫌だね、嫌な、どっかの悪魔がさ、こそやいてるが。いい天使もいるわけでしょ、そこにはこう。本当に君を幸せにしたい。そうそうそう。そっちがいるでしょ。その葛藤は。本当に好きだっていう気持ちがね。かつは全然そのロシア人との交際を否定しないですよ。そうなんですよ。交際宣言しちゃってんだから。マジで。もうしてんのと一緒だよ。結婚考えてるってんの。多分、すごい好きなんですよ。片言がいいんですよね。否定しろって一箇所ぐらい。うんって終わり。性格はよく知らないんだ。メール来てます、これ。名古屋市のパラダイス・オブ・ドボンから来てますね。皆さんはこんばんは。早速ですが、出川さんに質問です。ピンで頑張っていらっしゃる出川さんですが、もしも、サマーズさん、クリームシチューさん、4人の中の誰かとコンビを組まなくてはいけないとしたら、誰を選びますか、教えてください。でも、スーパー天然ボケの出川さんには、三浦さんの関東一のツッコミが良いのではと思うのですが、とかですね。うん、まあそうですね。やっぱ三浦っちか。はい。大丈夫ですか。動揺してるんですか。はい、喉痛くて。三浦っちはやっぱ俺は上田がいいですね。やっぱツッコミの人が。はいはいはい。いや、だってどうして、扱い方がわかんないもん。回す側なんだ。回す側です。扱いがわかんねえって。そうそう、いやいや、二人でやっぱ混んだらさ、俺がやっぱ回さなきゃなんないわけじゃない。そうなんだ。いや、わかんないです。僕の絵が浮かばねえな。僕とか大竹さんが回すかもしれないじゃないですか。出川さん。そうですね。
あ、相手はちょっと回せるかもしんないな、確かに。あ、ミルアッチは絶対回せないでしょ。名前間違えてます。ほら、ちゃんと作ってくれましたよ。回せないでしょ。俺も回せないじゃないじゃない、だって。そうですね。ねえ、うん、この人のこの天才的なボケを俺はね、あのうまくあの料理できないんだよね、多分。あの、笑っちゃったりグダグダになったりして、多分。あ、だそれはあなたやっぱうまいわ。全部発言がマジじゃないですか。マジじゃない。今の質問といい。これはそうでしょ、これは。この流れはマジでいこう。もうこれは、ただね、俺は人間的にはね、もうこのあの、上田とは組みたくないの。なんでですか。え、ね、さっき、あれじゃ始まる前に、はい、初対面ですか。初対面の時もひどい。会社にいた時も。いや、2人ともです。いや、あれ、大いい子だったね、その頃から。なんで、俺いい子だったでしょ。お客さんの公開ラジオに呼ばれたんですよ。はいはい。そしてゲストが出川哲朗と、クリームシチュー、まだ全然、あの、会社にとしても、まだ出るか出ないか。はいはいはい。相当前です。はいはい、昔ですよね。そうそうそう。7年、8年ぐらい前でしょ。うん、もっと前でしょ。もっと前ですかね。ほんで、なんか、あの、ヒロミさんがなんか俺をいじって、公開だから、もう300、400ぐらい。340人。そんな具体的に思ってたな。300から400ぐらい。ほんで、俺をいじって、また笑いを起こしたりして、ほんで、いやいや、もう参ったよね、って言って、後輩に、はい、ねえ、あの、後輩もいるからさ、やっぱ、俺とヒロミさんだけじゃあれだし、俺もって、もっと広がったりしたらなんかいいかなとか思って、はいはいはい、いや、もう前ってよね、会社でいいとかなんとか言ったらもう、すっげえ食べダメで。上田が。は、あ、は、終わりそう。違う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 。それは嘘、それは嘘。違います。それはあのヒロミさんが芸風的に俺をバカにするようなキャラになるじゃん。うん、はい、それでそれに乗っかって、あの、心底、あの、笑いのためじゃないのよね。心底真面目な、あの、冷めた面になって。気持ちした感じ。気持ち悪いみたいな。そう、気持ち悪い。そうそう、気持ち悪い。そうそうそう。顔は気持ち悪いですよ。そう、ほんで、あの、収録終わって、まあ、それもしかも笑いになってないのよ。でそういうのあったらさ、終わってからさ、あ、すいませんでしたね、とか、あるかなと思ったら、それも全くなきうん、でも有田ニコニコして「有田さんはじめまして会社の人です、ありがとうございました」あで、すごいなってったんだけど、もうそれがトラウマで、ほんでもう最初すごい嫌で嫌でしょうがなくて、その後会うたんびにだから、その邪悪なムードは上田が出してるってことですかね。確かに上田その当時もいじられるのが一番嫌いでしたから、 いじられてる芸人なんて一番嫌いだから。いやちょっと待ってよ。いやそんなことないっすよ。だから今ないな、今ないないっすよ。いじられないですもん。違う違う、じゃあもうその空気やめた方がいい。ちょっと待ってください。これ、ね、俺らが今いじろうとすると異常に拒否する。もうちょっと深め。もうちょっと深め。俺は顔ないでみたいな。顔するもんね。ないっすよ。じゃあ、これね、出川さんの関係ですよ。ヒロミさんがなんか出川さんをいじって、うん、で、出川さんがこっちに僕らに助けを求める感じだったんですよね。でも、俺らからも叩かれて出川さん一人浮いてるっていうような空気を僕は感じたんですよ。多分これが望まれてんだなと。孤立させたかった、ね。で、だから、いや、出川さんなんか助けを後輩に求めないでくださいよ、みたいな感じの、ツッコミを入れ、ツッコミっていうかね、拒否の発言をしたんですよ。で、確かに、笑い的には若干ぐらいです。若干もなかったんですか。若干ね、惨めなやつで終わっちゃってんだよ、本当に。そしたらヒロミさんがその後に、てっちゃんは後輩にもバカにされるんだっていうツッコミでドッと来たんですよ。なるほど。まあまあ、若干ですよ、それは。あ、それ振りだったから。そうそうそう。ね、ヒロミさんが最後、出川さんに突っ込んで、一区切りついたんですよ。ついてないね。それ僕はもうあくまでエンターテイメント的にだからやったつもりなのに。いやいやいや、殺して。そうそうそう。じゃあ逆に有田が中途半端だったんだ。いや僕は有田は、あ、僕こんな芸人とは絡みたくないんですって芯から絡まらなかったから。どうするってない。そうそう、絡み損だっつって。複雑意味がわかんねえ。なんでだよ。それからあの5年ぐらい経って久々に再会した時に、はい、急に上田がニコニコ顔になって、はい、俺と日本に近づいてきて、うん、あ、会社の上田急にニコニコ顔になって急に急変してたのよ。それだからこの5年の間にいろいろ揉まれて、あ、とんがってるだけじゃダメなんだな。プロになったんだ。大人になったんだ。先生、僕はあの日直後に確かに挨拶行かなかったですけど、でも僕がその時嫌だったのは、なんかほら、
本番でクソ味噌言うのに、うん、あの楽屋とかになると本当すいませんねなんか失礼なことばっかり言ってて芸人いるでしょ、うん、俺ああいうやつ嫌いなんですよ、うん、でもねこれやるんだったら言うなよと思うんですよ、こだわりないでもあれ言えないのね、俺も言ったことあんまない。逆に気持ち悪いでしょ、うん、俺本当はいいやつなんですよ本番でああいうこと言ってるけどアピールが嫌だから俺は行かなかったんですよ出川さんとこに。でもそれであんだけ力説してるけどそれによって出川さんものすごく傷ついたわけよね、まあ、挨拶してくれればセーフだったんですよね。そう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 、でも5年間嫌いだったわけですよ、ね、5年間嫌いって、ほんでそれがなとあ面白いなと思って仲良くなるようになって、うん、ほんで雑誌の取材もさせてもらって、うん、トークが対談を、うんうん、ほんでその時にいやそういうのが、いや、さっき楽屋でごめんなさいよというやつが大嫌いなんですよ。だからしなかったんですよって言ったんだけど、うん、楽屋とかで、あ、先輩すいませんでしたね、さっきはっていうのは俺なのよね。俺、出川さん嫌いなんだよ。俺も嫌いって言っちゃったよ。俺は3人じゃ嫌いって言ったんだけどさ。俺は言っちゃうんだよね。初心者だからさ。嫌いじゃない。やばいなと思って。自分にはできないな。自分にはできない。なんかこうね。うん、怒ってたら悪いかなっていう気ありますよね。嫌だな言う方だもんね、どっちかって、ね、怒ってたらまずいと思うんですよ。だから別に謝らなくてもいいですけど、ご機嫌を伺いたいんですよね。いやでもそっちが正しいんですよ。礼儀ですもん。だから俺らは怒られっぱなしの人とかいますから、ね、あいつムカつくよって終わっちゃう。5回揉めたしね。5回が過ぎて。揉めたくないことありますよ。メールが来てます。メールが。2人揉めた。いないと揉めた。顔悪い人と。生放送なった。なってる。顔丸いお笑い先輩。顔丸いお笑い先輩誰ですか。その人ですか。違いますか。いやいや新潟県のおじあちゃんから来てますね。なんだ裏表が激しそうな芸人トップ5来てます。うん、あはい。1位5位から5位出川さん。裏表が激しそうなの。まあ確かにね。だってこの放送でもないもん。そのままですもんね出川さんは。はい。4位。上田さん。ああ、僕も本当変わんないですよ、全然。まあ、謎多いけどね。いや、それは単に交流が少ないだけの話ですよ。別にミステリアスじゃないです。表のラジオでもなんか裏っぽいもんな。裏だから。基準いいんだよ。俺じゃあどんな状態で出りゃいいの。?3 位、大竹さん。あれあんまなさそうに見える。俺、普段一緒ねっていつも言われるもんね。いやー、そんなことない。俺、大竹さんは怪しいと思う。めちゃめちゃあるよ。お前、もうだから裏っぽいからだよ。その放送自体が。表がね。だからカメラ前は裏っぽい。だから裏は表全然ないって言われますよ。ないですよね、でもね、あんまり、ね。まあないね。ないし、裏のプライベートな、女優キラーとかそういう部分もさ、表に出ちゃうからさ、裏の仕様はないよ、ね。いや、出てない、出てない。まだ出てないの。半端なく出てない。まだ出てないよ。それ言うなって。教えて教えて、出てない部分知らないよ。出てないキラーぶりがある。キラーぶりが。に、有田。あれ？これあるからね、裏表。別に僕ないじゃないですか。お前は人の悪口大好きだもんな。あ、悪口大好きだ。それはだって僕、本番でも言いますもん、全然。裏表がない。今一番嫌いなのは誰なの？今、テイクスあるの。だから言うな。それネタじゃねえか、ネタだもん。女のとこは違うだろ、お前。まあまあまあ。でもね、そういうことはね、言う意味ない。言わなくていいと思う、俺は。そうそうそう。でも嫌いなもん嫌いって言ってだから否定しろっつってだからほら、東ぐらいだったら別にいるじゃないですか。暗いっていう。噛みつくのはやめた方がいいですね。噛みつくのはやめた方がいい。意味ね。怖いね。で、1位は、三村さんですね。マジで？理由とか書いてあるの？書いてないの？理由書いてないんですよ。ただ順位だけ書いてあります。嫌だね、それも。裏表がある。理由書いてないの？ある人。一番下に、コブヘイさんは1位ですって書いてあるんですよ。なんかバレてる。これが一番言いたかったんじゃないですか。これ言いたかったんですよね。でも、コブヘイさん、もう丸くなったよね。丸くなったって俺だよ。何で大人に寝てんだよ。丸くなったとか言うなよ、お前。いや、本当に。あれ、昔よく揉めてたよね。揉めなかったっけ。一回揉めなかったかな。生放送で怒られたんですよ。なんでバイクに入るか入んないかようなの声で、まあ、だから上田みたいな感じよ。そう、どういうコマだけ行けない時があったんで突っ込んだのドンって、はいはいはい、先輩方が突っ込んでる中で俺らも突っ込んだのね、はいはい、したら、うん、ほら俺ちっちゃい声で振り向いて、うん、お前らには言われたくねえんだよみたいな。あ、マジテンションで誰ちっちゃい声で誰聞いてるの。え、突っ込んでいけないんだと思ったけど、そう、ちょっと萎縮したわけ。うわ、怖え。
やべえ。確かに嫌だな、うん。でもその後すごく笑顔でお話してくれた。そう。え、さ、本番な入ったからでしょ。本番。本番だからで。で、終わって本番。いろんなね。終わってから。裏のシーンであってもね。うん、ちゃんとなんか和気あいあいですよ今は。多分だから虫の居所が悪かった。俺の言い方が下手、まだ新人の頃だから。ツッコミに聞こえなくてね、こう。そう、本当の文句、生意気な感じになってせえか。でも、総括すれば、小暮さんは大人になったと。丸くなったってことでしょ。三浦さん的には。大人ですよ。丸くなったけど、前から丸くなった。俺らが、あれだっておかしかった。で、会社なんかその、なんつうの、まあ、なんか勘違いって結構されてると思うよ。いや、あると思います、本当に。うん。よかれと思ってやんだよね。そうですね。言葉って難しいね。難しい。邪悪なラジオになってきたからさ、ここら辺でちょっと変えてみるよ。はい。山形県のバカライフ、オナニーで早く行きそうな人ランキング。おお、いらねえよ、どうでもいいですよ。5位、出川さん、10分2秒。だからこれ長いってことです。長いってことですね。ああ、オッケーです。一番遅いと。4位、三村さん、7分45秒。俺も長いです、オナニーはね。3位、有田さん、6分9秒。いや、2位、上田さん、4分53秒。1位、大竹さん、4分26秒。ちょっと接戦なんですよ。4分も持たないけどね。そうだから俺も6分持たないですよ。じゃあオナニーの話。オナニーです。そうだよ、オナニーなんか全然持たない。見たいビデオを4分で終わっちゃう。6分4分待って持たないの。持つわけないじゃん。持たない。いや、持たすのが楽しさなんだよ。いや、そう。だから持たすことはできますよ。できるけど。ただ、持ってもう行こうと思ってる日はもう、早い早い。睡眠がもう、なんか取れないし。自由なんだもん。いや、何のために持たせるんですか。そう。いや、俺、じっくり見たいでしょ。いろいろ見たいんでしょ。ああ、ビデオとかの場合ね。うん。ビデオ以外の何が？いやいや、仮にじゃビデオを見ようと、なった場合って結構ビデオ、例えば1本なら1本見るんじゃないですか？60分ね。見ないよ。見ないの。見ないよ、そんなの。何十分見んの？俺お前1本のビデオにかける時間5分だよな、あんなもん。そうです。すげえ貧乏症だな。300円分見ようと思ってるんでしょ。一歩こすりながら初見で見んの？見ないんだ。何？最初全部見ちゃうの？最初見ちゃって。どっち？ああ、いやでも最初は別にこの、例えばじゃあジーパンならジーパンを履いてる状態で見始めます。マジで？上からね。ジーパン上からってことでしょ？まあ、何じわじわしてるから。何じわじわしてるんですか？行く瞬間は初見で見るでしょ？いや、俺も絶対初見ですよ。初見でしょ？初見？何初見？俺初見じゃないです。え、マジで？一回チェックでしょ？ワンチェックでしょ？はいはい。ワンチェック入ります。それはわかる、それはわかります。衝撃なくなるじゃん。そうそう。ないけど、その期待して何にも巻き起こんない時あるじゃん。はい。そういっぱいがあります。あらあら。その悲しみを知ってるから。ありますね。マスター上げくっていうパターン。一回見て、ここら辺だろって巻き戻しパターンでしょ。そうそうそう。はいはい。16.3 とか覚えてる。わかるわかる。本当ね。わかるけど、そこ何も来なかった。だりしたら逆にそれがまたさ、なんか生き物っぽくていいんじゃん。そう。ああ。慌てて巻き戻したりしてる。そうそうそう。やっぱり個人探して。そう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 。でもポイント絶対ありますよ、基本的に。そう、1分2分ぐらいの。一箇所ぐらい。自分でポイントは絶対決めるから。ちょっと、CM を。一回。はい。新ラーメン争奪。熱湯はがき甲子園。全国のリスナーを8ブロックに分けてトーナメントで日本一のチームを争うネットハガキ甲子園、今週はいよいよ第3回トーナメントの決勝戦、沖縄対千葉の対戦です。今日勝ったチームの全員にはこのコーナーのスポンサーノンシン様より、韓国の地方特選料理ブデチゲがカップラーメンになった韓国味気功シリーズ第1弾チゲラーメンの詰め合わせがプレゼントされます。おいしそう。うまそう。いい匂いね。そして、どうですか。辛いけど、うまい。心の声ですね。おかしいですよ、言い方が。全部抜けてんだよね。本当にうまいんだな、あれは。本当にうまいんだよ。ですか、今の方は。作家の心が。がっかりっていう。がっかりっていう。さあ、今週はついに第3回トーナメントの決勝戦。沖縄対千葉の対戦。共に初の決勝進出。私、どっちが優勝するのか。試合形式がタイトルじゃんけん。今回、サザエさんの来週の予告、1話のタイトルを考えてもらいました。今週のサザエ、あ、来週のサザエさんは、何々、審判は僕らサマーズの2人と特別審判の出川さん。クリームシチューが、はい。時を判断します。はい。じゃあ、私は沖縄県を。はい。お、私がじゃあ千葉県。はい。見したいですね。はい。じゃあ、まずは最後。どこどっちある思い入れ。やっぱ沖縄ですね。そうか。やっぱり、九州ですから。あ、そうか。ってことは出川さんは関東ですもんね。そうですね、千葉ですね。千葉ですね、やっぱね。でも好きなのは沖縄、好きだな。沖縄は千葉を応援してください。でも千葉を。はい。じゃあ、早速行きたいと思います。
これは沖縄県は誰ですか。トド康弘が考えた新タイトル。さて来週のサザエさんはマスオソープ場にタメ口。いいじゃん。タメ口に深いですね。なかなかタメ口いけないキャラだもんね。自分もそうなんですよね。ちょっと敬語になっちゃう。途中で切り替えたりするんですよ。もうちょっとあそこやってくれ。見たいですね。聞いてみたい。特にマスオさんも聞いてみたい。マスオさんだから。いいね。いいですね。克服するまでのストーリーなんでしょうね。当時はね。これカツオだったら言ってるんだよね。すぐタメ口。ああ、そうはタメ口。逆にタメ口しか使えないから。子供だからね。千葉県、一番バッター。阿鼻子市、北斗ベガが考えたサザエさんの新タイトル。さて、来週のサザエさんは、カツオ、授業中にカバディ。授業中カバディや。まあ、そしたら先生は怒れないですね。まあね。そこまでやられちゃった。そこまで。居眠りぐらいだったら怒りますけど、僕は。花澤さんが多分ノーリアクションだ。なんだろう。どうしたんだろう。一人でやってるけど。練習か。さあ、続いて、沖縄県に行きたいと思います。那覇市の、谷中萩が考えた新タイトル。さて、来週のサザエさんは、サザエ、夜はマグロ。ちょっとなるほどね。ちょっとうまい。でもそれは間違いなくそうですよね。まあ、さっきの初めのコメントはお前の。サザエが攻めてたら嫌だし、ちょっとね。あんな強気だけど、夜はやっぱりマグロなんちょっと照れたりね。強いけど。マグロさんが結構強気なんで。マスオは強い、タメ口ですから。夜は。夜は。サザエ、夜はマグロ。続いて、千葉県の2番バッター、柏市のピーナッツ食べ蔵が考えた新タイトル。来週のサザエさんは、先ほど番組上不適切な発言があったことを30分かけてお詫びしますの一本です。確かに長い番組ですから、今までいっぱいあったと思うんですよね。それを30分かけて今までの分を、そうですね、全部お詫び。逆に足りないかもしれません。足りないね。カツオがあの時あんなこと言って、そのシーン。カツオはね、特に言ってますよね。カツオ結構言ってるよね。不適切なこと。沖縄県一斉です。沖縄県のこれはクスマイブッサーが考えた新タイトル。さて来週のサザエさんはイクラゴミ屋敷のおっさんと一悶着。イクラ結構まあね、イクラに限らず一悶着ありますよね。ゴミ屋敷のおっさん前通るだけでちょっと文句言ってるんですが、そうね、ただイクラが行ったっていうのが子供ゆえに、おっさんもよくイクラに行きましたね。何言おうがバブーしか返さないんだからね。すごい気に入らなかったんだろうね、バブーが。毎回思ってたんだよ。バカにしてんのか、これ。ゴミ持っていくなよ、うちの。ゴミ屋敷って。千葉県の3番バッター、千葉県八千代市、ドラゴン坊主が考えた新タイトル。さて、来週のサザエさんは歌舞伎町から生放送、ね、ああいいな、まあ、アニメの生って、アニメの生って、ね、生ってないね、すごい深いですね、これ深いね、どういう絵になるんだろうな、バックが生で絵が出てくる、絵なんか実写の可能性もありますよね。急に実写なんだ。急にだからまあメンバー出れないよね、実写だから、関係ない人だけこれサザエさんかな、うん、オフなんで声だけ、浅野温子でしょうね多分ね。ああやってたね。続いて沖縄県行きたいと思います。これはビジュアル、ビジュアルバーが考えた新タイトル。さーて来週のサザエさんはたまに餌やるのをわざと忘れる。これどうですか。ちょっとたまに餌をやらない回が少し調子乗ってたんだろうね、たまに。やってる回も見せてないけど、そんなに。そうそう、イメージないもんね。食べないもんね。あえて今日はやらないよっていうとこから始まるからね。物語は。そうですね。あの、走る時の音もちょっと変わるんですかね。チョリオンとか言うのが。たまに脚光浴びたいけど、そんなにないからね。そうね。いいんじゃない。うん。間、浴びてる。続いて、八千代市。あ、ドラゴン坊主、またですね。ドラゴン坊主が考えた新タイトル。さーて、来週のサザエさんは、三河屋水増し請求。いけません、これは。これダメだね。ちょっと曖昧になってるからね。基本的につけでしょ、あれ。そうそう。ね、最初から仕切ってたのに、今まで。そんなメモもしとかなかったんだろうね、醤油とかも。だから、ある時気づいたんだろうね。あれこれと。おかしい
と、まあ、不景気ですからね。まあそれはね、ゆかやさんもくらいしないとかわいそうですよ。仮想の面倒も見てるしね。そうです。じゃあ沖縄県最後です。ラストバッター、これは神なる01が考えた新タイトル。さーて、来週のサザエさんは船マスオの机からギボモの AV 発見。あー、ショッキングですけども、船が発見したんですね、マスオの机から、ギボ、義理の母。はいはい。え、マスオが出てくる。マスオギボですから。ギボか。船さんはちょっと狙われてると、何これと思うか、それともえ、そうなんだっていう、そういう可能性もありますからね。私的なことで興奮できるんだね。深いね、これは。船さんまだ多分40代だからね、ああ見えても。船さん40代。答えないんですよ。サザエさん23歳なの。設定ですか、お母さんだから。あ、サザエさん、そんな若い。あ、40代。そう。だってサザエちゃんだってあんな子供ですよ。昔の人だから、同じ年で産んだとして、例えばサザエさんがね。実は46ですよ、まだ。そうなんだ。アニメで見てるからちょっと老けて見えますけど、実写だったら結構いいかもしれないですからね、あれ、うん、あんま若くしてもキャラクター被っちゃうもんな。うん、出させねえと。そうなんだ。波平もじゃ、波平も47ぐらい現役だよ。波平だからさんまさんと同じぐらい。そうなんだ。さんまさんぐらい回すんですね、じゃあ。本来なんで、うん、あ、そう、老けてるな。続いて最後ですね、千葉県、千葉県の最後、柏市、ネイチカが考えた新タイトル。さて、来週のサザエさんは、波平、クリックしたり、ダブルクリックしたり。初めてのパソコン的な話なんじゃないでしょうか。それだったらね。あやふやになって。ダブルクリックは難しいでしょうね。47なんだよ。そうだ、47だったら、これゲジーだね。バリバリでやってたら、割と普通の話なのかもしれない。今どきの会社員だったら、絶対やってないだからね。できたねっていうので終わりかもしれないですね。意外とみんな年に思いすぎなんです。さあ、ということでね、以上、2チーム、沖縄県と千葉県やりましたけど、これどっちですか。じゃあ皆さん、ね、でもいい勝負でしたね。ギャーギャー言ってたらね。声を出さずに指差してもらおうかね。どっちが沖縄です。ね、せーのでお願いします。はい、せーの。全員満場一致ですか、これ。意外とね。いい勝負、いい勝負。満場一致なんです。なんだろうな、これ。意外なことがありますね。やっぱりね。ああ、なるほどね。ということで、前半良かった。勝利チームは、なんと、沖縄県。いやいやいや、すごいよ沖縄。沖縄県少人数で優勝したタイトル、優勝した、埼玉とかいろんなところ破って来てる率はね、非常に低いんですよ。なるほどね。やっぱサザエさんがね、海物ですから。うん、やっぱり沖縄がさっき何を、だからリアリティのあるアプローチばっかすんだよ。いらねえよそんな、ちょっと馬っぽいやね。ということで、見事勝利チームを収めた沖縄チームの全員に、はい、コンビニでも買える辛くて美味しいチゲラーメンをプレゼントします。そして、沖縄チームに1回戦から出場した全員に優勝のあれを差し上げます。おめでとうございます。来週はですね、ハガキ甲子園のスペシャル大会、全員参加の東西対決。タイトルじゃんけんのテーマは TBS で絶賛放送中、ドラマ「グッドラック」の続編のタイトル、うん、グッドラック2ホニャララを考えて出場してください。例題が、来てます、はい、ではくっちゃんちょあずきメガネが考えた新タイトル、グッドラックパート2、コックピットからバンダイへ。ああ、職業変わっちゃったんだ。そういうことだね。これじゃ番台編ってことだね。くっちゃんちょあずきメガネ、うん、グッドラックパート2、主役が木村拓哉から木村雄一にチャインジ。チャインジ、チャインジ。それチェンジだよ。じゃあ分かってない。あ、そうです。これだから意外と難しい。何でもありのとこもあるしね。はい、グッドラック1を、ね、ちょっと引きずってもいいかもしれないし、ということでね、うん、とりあえずグッドラックで考えていただきたい、ね、はい、郵便番号は、来週東西対決ですね。うん、はい、は107-8066 TBS ラジオサマーズの逆にあれだろ。メールアドレスはすべて小文字、あれアットマークベスト .tbs.co.jp、ネットハガキ甲子園の会まで。勝利チームの全員にチゲラーメンの詰め合わせをプレゼントします。さあ、最後に新ラーメンを美味しく食べるための一口韓国語講座、ツッコミの時に使う言葉は、いい加減にしなさい、これを韓国語ではクマなせよ、ね、漫才の終わりには必ず「くまなせよ」って言ってるんですね。それではじゃあ皆さんご一緒にお願いします、はい、せーの、くまなせよ。
今日はね、うん、関東お笑い祭りはいね、あそうだったの、祭りも完璧忘れ、すごい盛り上がってまいりました。だってお祭り企画ゼロなんだ。ゼロでしょ、うん、別に何かみんなと話しなとみんなと公開でねでトークをしていこうと。俺今日すごい楽しいもん、聞いてるだけでいいし。そう、メール来てますんでね、福生市の侍マシンガンから来てます。大竹さん、三村さん、上田さん、有田さん、そして出川さん、こんばんは。こんばんは。僕はこの5人の中での変態っぽさのランキングとその理由を考えてみました。まず5位、上田さん。ああ、そう、正解だと思いますよ、本当に。一番清潔感があるから。うん、清潔感がある。清潔感ある。ありますね、清潔感は。ないだろう。あります、あります。この5人、すごいな。上田が1位なんだ。仕方ねえだろうな、これ。違います、違います。仕方なくて、そいつ勝手に自分でテーマ設定してるんですもん。そうだよな。清潔感があるから。基本的にね、だって性欲ないですもん。ノーマル？ノーマルっていうか、別にその性的な行為をしたくないんですよ。ああ、そう。そうそう。ギラギラしないもんね。変態的なこととか一切やりたくもない。じゃあ本当、ほら、オナニーもそんなしない？しないですね。なんなの？全然しないです。マジで？マジで。だからよく女の子はいるじゃないですか。うん、そして僕も、上田もですけど、うん、ちょっと今度、動物園でも行こうよとか、例えば言うじゃないですか。うんうん、あくまでも口実じゃないですか、うん、そんなの。動物ありえないです。なんかどうでもいいんだもん。どうでもいいでしょ、うん、お前が動物になりたい。動物になりたいわけですよ、自分がね。なのに、上田は本当に動物園に行きたいんです。そう、動物園行ってしまう。動物園行ったら、もうそれで完了。あ、本当なんですよ。それ以降の行動はもう本当にいらないんですよ。動物園行き終わって、駅で別れてもいいぐらい。ああ、現地解散でもあります。そうそう、現地集合、現地解散で。じゃあ女大変だな、結構な。女のね、言ったら、ちょっと動物園行こうよって言われてもね、そういうことかってなるじゃないですか。動物園ムラムラして夜、マジで動物園だけなんだって思わせますよ。いや、思うと思うよ、向こうは絶対に。これだから、家族構成も、女兄弟いるもんな。妹が。だから、その、女の制服とかそういったものに興味ないじゃない。ああ、ないです。いいな、俺もそうやけど、あ、僕はやっぱいないですか、全部男ですか、こいつも俺もいない。あ、やっぱ興味あるんですか、そういうのって。だからいや、すごかった。パンチって何なんだろうかな。パンティーやっぱ興味出ますね。便所って何なんだろうとかな。そう、あの三角の中を覗いてみたい。中コーナーの三角、はい、そういったこと。こんな距離感さんはどうですか。いや、俺も姉ちゃんいたけど制服興味あるね、やっぱ。あ、そうですか。うん、セラフとか。俺は、え、お姉ちゃんと何歳違いですか。一つ違い。あ、近くにいたのに。パンツ家に干してあったじゃないですか。でも、うん、青春時代に。あ、やっぱ姉貴のパンツじゃ興奮しないよ、さすがの俺でも。それで抜けって言ってるわけじゃないですから。それは無理だから、うん、でも謎はないじゃないですか、見てる。あ、そうだね、そうだ ね、 ね、5位がまあ上だってことでね、はいはい。変態っぽさの4位、出川さん。これは外資と付き合っていて、ナイスバディに弱そうだから。変態っぽさはない。まあ、相変わらず出川さん否定しませんけどもね。おお、だって。やっぱロシアの方っていうのは激しいんですか、やっぱ。変な話ですけど。まあ、下世話の話になりますけども、ちょっと激しい。だから否定してるんだろ。認めちゃったら、お前やってないっすよ。さっき、どんどん縛りが緩くなってんだよ。いいじゃない。激しいですか。ペレストロイカですね。いいな。すごいな、出川さんね。まあじゃあ、変態じゃないですよ、だから。変態じゃないですね。4位ですね。はい。で、3位が大竹さん。なんかおっぱいフェチっぽい気がしますっていうことでね。まあこれはそうですね、ちょっと。フェチじゃないですけど、まあやっぱり興味ありますよね。うん。3位って器じゃないけどね。いや、そんなことない。いや、俺、大竹さんが一番変態そうな。いや、俺も気がするな。いやいや、変態度ではもう、この今もう出てない2人には勝てないから。俺は。あ、三村さんそうなんすか。いや、変態逆にそうやなかった。ノーマルすぎて下ネタで笑い取れないもん。俺羨ましい変態が。そして2位が、まあ、当然三村君、うん、いつも下ネタばっかり言ってるし、アナリが大好きって言ってたから。アナリアナルが大好き。アナル大好きなんですか。そうなんだ。俺はもう大好きだ。どっちかというとそこを見たいがためにそこ専用のビデオやとか言ってた。お前は変態だ。責められるんじゃなくて自分が見たい方なんだ。そうか、そうか、変態だ。とじーっと見てますよ。じゃあもう女の子のあそこは極端に言えばいらないんですか。上田に、あの上田が動物園見たいみたいなことね。あそこガムテープ貼っといていい。もうマジでそのアナルがバカだろこれ。いや、ただプレイはしたくないのよ。見るのがいいの。そう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 。ビデオだろ。で、基本的にはビデオで見るのが好き。あの、じゃなくて。そう、なんかこう、あれ、あ、チラッと見えて、モザイクしてても、チラッと見えるところとかあるじゃないですか。
そういう時ちょっと静止してみたり、うん、何言ってんの、なんか研究研究をしてきたこの話は何なんだろう。そして第1位、はい、有田さんです、理由、しゃくれだしデコッパチだし僕と同じ匂いがするからあと見た目ロリコンっぽいからっていうね、いろんな理由。しゃくれは変態とかでもなんかね、いろんなプレイができそうだ。ああでもお前多分変態だろう、俺知らないけど、いやでも僕意外とノーマルなんですけどね。あそう、見た目ほどじゃない。でもわかんないです、だから三村さんじゃないですけど、僕がノーマルだと思ってることが意外と違うとこある。そうそうそういうことなんだ、まあね、比べることじゃねえからな、これ、うん、それぞれだから。鼻の穴フェチとかさ、いろいろいるじゃん。そういうのないですけど、僕ね、会った女の子は絶対あのやっぱエッチしてますもんね。頭の中で絶対エッチしたことを想像してますから絶対。うちのディレクターのトナミさんと一緒。一緒だ。全部やってる頭の中で。そうだからなんか。俺の親みたいな気で会うときあるんですよ、タレントさんに。やったよな。やってねえよ。そんな事実ねえよ。じゃあ裸も何もかも想像できてんだ。できてるわけですよね。変態だ。おっぱいどうでと、お尻はどうでと。これはやっぱ変態ですよね。変態だね。これねそこまで頭の中で膨らまさないもん。能力は高いもん、だから。でそれの中で一番、あ、これ良かったっていうことを本当にやっぱり体験したいっていう。最近良かったのは誰それ頭の中で。頭の中で、意外とですね、ホイットニー・ヒューストンとか良かった。そうそうそう。なんで今ホイットニーなの？すごいなそこ。ボディーガードのそのパッケージがあったんで、パッケージ見ながらちょっとああそうやってねえなと思って。やんなくていい。やってねえな。やってねえなと思ったら意外とやっぱ熟年のボビー・ブラウンでやってましたから、ね。まあそれはすごいわな。ボビーってそんなバックボーンも大切だ。こっちは受け身でしたから完璧に。あそう、すごかったやっぱり。すごかった。あやっぱ変態だわ。絶対変態だな。ああ1位だわやっぱり、うん、という結果出ました。合ってましたねこれね。で、なんだこれ変態なラジオになってきたな。来た変態ついでに言ってきますけども、はい、清瀬市、ドクター KO、 うちの母が抱かれたくないと言っていた芸人ランキング。うちの母ですか。母いきます。抱くかどうか分かんないです。そうだよな。絶対言わせんよそんなの。5位上田さん。うん、うん、あ、上田一番抱かれたいってこと？上田いいよ。いや、熟女にモテるんですよ。本当に実際。お母さん世代に結構人気あるんですよ。でも分かるわ、なんとなくその空気。熟女とあとあれだね、オカマの方とかね。オカマにものすごいモテるんですよ。何なんだろうな。二丁目とか行くと。だからちょっと頼れる感じありますよね。優しい兄貴みたいな。あとだから変な女に対してギラギラしてないからじゃない？うん、オーラがね。全然知らなかったんですけど、そっち系の本ってあるじゃないですか、そこのランキングに入ってるんですって。上半期のその抱かれたい芸能人の。あ、なんか俺この間2丁目にね、ちょっとこれはただ本当に飲みに行ったんですよ、連れられて一人、したら行ったら、あ、この間上半、まあ下半期かな、去年だから、下半期半期はどうでもいいよ、どうでもいいよ、下半期のあんた7位に入ってたじゃないとかって、7位って言われるんです。でいつも結構その辺をうろうろぐっさんとかもしてるらしいんですよね。あ、そう、お笑いランキング、うん、いや芸能人全体でお笑いじゃなくて、1位は誰なの？1位は1位は何って言ったら袴田義彦君かな。あ、そうまたリアルだな。そうそう、そのリアルなランキングに俺入っちゃうの。リアルってなんだよ。いやその言い方はないよね。ベタじゃないよね、袴田。まあなんかなんとなくうなずけ感じするもんね、モテそうな感じは。まあまあこれ母ね、抱かれたくないやつ、上田が4位大竹さん、お3位有田さん、うん、2位出川さん、どう1位パラシュート部隊の斉藤。急に関係ねえの入ってきた。母は三村さんになら何をされても良いと言ってましたよ。あ、そう。俺モテてたりするよ。あ、うん、抱かれたくないってことですから三村さんが。俺はランキング入ってないで一番いいって。逆に抱かれたい、抱かれたいぐらいの、うん、40歳ぐらいだったらラッキーだよ ね、まあ、ね、この子供が12歳ぐらいで。そうだね。あ、二十歳って書いてある。ってことはまあ、まあ、結構ね、45、6だね。上って年上ってどうですか？いや俺年上にすげえ憧れんだけど、俺の年上本当おばさんになっちゃうからね。そうっすね。俺はやっぱ年上憧れんないの。ああ、出川さん自体がそうだ。だってもう40ない。いや違う違う、39だから俺より上になったらもう4050になっちゃうから、ね、そういうの
やっぱ憧れはあるよ、やっぱ未だに。みんなあるでしょ、やっぱ年上に対する憧れは。俺30ぐらいまでは年上良かったんですけど、今はもう。30になってからはもう年下じゃないと。年下でももう年上かもし出すもんね。うん、例えば28とかで。そうそうそう。年上に全然なれるから。ただ芸能人の方ではね、いるじゃない、40過ぎても綺麗な人とか。ね、川島直美さんとか。そうそう、片瀬里奈とかね。そう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 。そういう人なかなか出会わないしね。40過ぎた人とだってエッチとか例えばしたこととかないもんね。ああ、そう、ね。純粋に。ああ、ない。出川さんあるじゃないですか。俺ない、俺はない。最高の年いくつか。あ、俺だから全部年下。だから上ってないのよね。あ、年上がない。ないないない。俺ない。ない。でも上田ほんと50の人と付き合ってそうな感じすんだよ。どんなイメージなの？でも話は絶対合うよね。話は合うと思いますけど、なんか優しくしていこうとしそうだよね。説教とかしそうだもんな、50の人にね。50の人にね。そういうのやんない方がいいぜ。礼儀がなってない。俺だよね、なってない。説教してたもんな。向こうの方が豊富だもんな。俺ちょっと変態になりましたね。うん、さあ、ここで、とりあえず、来週の、新コーナー？ん？新コーナー行くの？あ、あの募集をね、しておきたいと思いますけども、はい、穴があったりで今週やってませんから、うん、とりあえず来週の宿題発表してしまいます、はい、来週宿題はこちら。来週はモーニング娘。の新曲、モーニング娘。のひょっこりひょうたん島からの穴入れ問題、この辺からかな。この歌詞、笑っちゃおうすすめがなんだけどね。つまり、泣くのは嫌だ、あなあなあなな、はい、まあ、例題を出したいと思います。くっちゃんちょ、あずきめがないから、すみません。泣くのは嫌だ、やらせてよ、ブスだけど、うん、ね、基本だね。基本です。うんうん、まあこれしかありませんけどもね。あ、ない。例えば、あれ上田なんかすぐ思いつく。上田なんか。あ、僕ね、こういう大喜利的なもん、ほんと苦手なんですよ。お前、すごいじゃん、思いつく。泣くのは嫌だ、なんなのか。うん。泣くのは嫌だ、なんとかで、なんなん。うん。ありだ、泣くのは嫌だとか言ってて、泣いてる人って多いじゃないですか。うん。あ、だから、泣くのは嫌だ。とか言って、泣いてんじゃん、お前、みたいな。なってんじゃん。ってことは、泣くのは嫌だとか言って、泣いてんじゃん。なんだよ、それ。いいよ、泣けよ。いいよ、泣けよ。素敵な歌詞じゃん。三村楽器か大谷楽器、木村楽器とか言って送ってきてください。はい。宛先はどちらですか？そして、うん、もう一つ来週からこちらの新コーナーが始まります。題して、海運、へしんだん。はい。はい。これ先週の放送でね、私と大竹が「へ」を披露したんですけれども、うん、実は大竹さんはかの有名な平安のおならし安倍平明の末裔で、うん、人の「へ」の音からその平安その人間を占うことができるそうなのです、そうですね、今流れた音が、私の「へ」でした。あ、リアルな音なの今の。そうオンエア中に「へ」をしようってことで、たまたま出て2人とも、例えばこんな音です僕の。はい、汚いし。本当にリアルだ。本当の音ですよこれ。ものすごい恥ずかしいわけ。へって。ただ恥ずかしいけど人間が出るんでしょ。これ恥ずかしさの中に笑いがあるんじゃないかって。やっぱへってすげえなっていうこと。だからこのへからね、今のは、いや恥ずかしいよって聞こえたし、はいはいはい。だから来週、ここからへから判断しようじゃないかということだよね。だから、来週から、はい、これでやっていこうじゃん。何を募集するんですかこれ、皆さんのヘを信じる。ヘを募集ですよ。テープに読音して。そうです。はい、当然。なるほど。で、どんな悩みかみたいなことも一緒に足してですね。私が占ってあげたいと思う。はい。でね。このコーナー絶対長く続かんでしょう。そうだね。うん、だから俺やってって結局最終的にはね、うん、18歳女の子が送ってきて終了みたいな。そういうことですよね。ああ、どんな逆にそういう女の子がどんどん来たら逆に変態コーナーにまた変わってくる。変態コーナーに変えていかなくてもいいんですよ、これ。これ変態コーナー。ディレクターのトナミさんがこれ悩んでるということで、ちょっとハガキが来ております。じゃあ紹介します。ハガキというかそこにいるんですけど、37歳独身、職業ラジオ番組制作、趣味サッカー観戦、オナニー、悩み、そのまんまのジャージ着てる。はい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 。37歳なのに、未だに結婚できません。うん、結婚考えた子には、必ず、笑われる？あ、振られる。必ず振られる。うん、早く結婚したい。と悩んでるそうですけれども、うん、そんな都並さんの、へを聞いてみましょう。はい。よし。話しなさい。締める。あー、なんか、反発。
ったんですね、すごく。ただね、あの、はい、この僕はどうですか。僕ね、今もう一回聞かせてもらえますか。いやー、こうかも。ルンって聞こえました。ルン、ルン、楽しそうじゃん。結構弾けてる感じで。そうですね。この独身生活を満喫してる。満喫しちゃってるところがある。だからまだ結婚できない。ああ。こんな結婚に執着してないんだ。そうです。それが変に出ちゃってるね。ルン、ルン。大して悩んでない。大して悩んでない。あの、オナニーばっかしてますから。満喫してないじゃない。そう。オナニーばっかじゃん。オナニー好きなんだよ。オナニー前なんですかね、だから、有田の場合はやっちゃってるでしょ。やっちゃってますね。で、トナミさんの場合は、あの、想像してオナにしちゃってるんですよ。その女の子と頭の中でオナにしてるからね。だから、例えば、レコードにはいいのに。レコード会社の人が、今度これかけてくださいって女の人持ってくるでしょ。はい、その子も全部やられちゃってるから。お前でぶっこいてやるんですよ。そんなやつなんですよ。頭の中でやりゃいいんですよ。これ僕からのアドバイスですけども。だから結婚できないということだね。はい、ですから、本当、もうそれやめてですね。うん、一つ。まっとうに、いろんな人にぶっこかないように。はい、さあ、これで戸波さんのは開運間違いなし。はい、そうです。じゃあ最後ね、ありがたい。私の部屋をね、はい、ぶっかけてあげたいと思います。はい。はあはい、答えてくださいですね。ああ、もう嫌だ。これで開運間違いない。これでこのコーナー何なのね。多分すぐなくなると思いますね。次はこのラジオ、まあね、ゲストで呼んでもらってやるっていうのはこのラジオ最低ですよね。オープニングからずっとこのね、加藤ちゃんが調子乗ってこれコーナーにしちゃったんです。エロエロ、このコーナーでは人生に悩んでる皆さんの屁を募集してるんです。カセットテープか MD に録音して、送んなくていいよ。おならの音にプロフィールと相談したい。悩みをビデオの方がみたいな、こちらの方まで送ってください。ゆうがも 107-8066 TBS ラジオサマーズの逆にあるだろう。メールアドレスは全て小文字あれアットマークベスト .tbs.co.jp 開運へ診断の係まで、名前と住所忘れずに記入して送ってください。これ今せっかくね、出川さんとクリームシチューいますから、うん、悩みがあればへを、いつでも。ああ、じゃあ、本番中にね。行けたら行ってくださいよ。ああ、行きたいな。ちょっと待って、俺行けるかもしんない。マジで行ける。悩みがあるんでしょ。ああ、行ってるな。それちょっと使ったらごめんなさい。行って行って。行って行って。行って行って。行く？はい、行きます。あ、だからこれ見てるわ、見てるわ。もっと頑張れば見てちゃうわ。お前だ。ごめんなさい。カイロパルトあるから。あ、ごめん、お前。カイロパルト。カイロパルト、カイロパルトあるんだ。こういうとこ優しいな。で、今、さつらいもそこ置いてあります。おー、ありがとうございます。いやー。もし行けると。わかりました。合図する前に行きます。俺、オーダーするとこ、女性の人に見てもらいたい。変態です。マネージャーか。マネージャーですよ、クリームシのマネージャー。でも、僕らのマネージャー。わかんなかった。おはようございます。ただ、いつも見る顔じゃない。かわいいんですけど。割と、熟女ですよ。ねえ。もう3時まで、はいはい、チャレンジ、はい、わかりました、はい、お願いします、はい、出します、はい、メール、うん、何でもベスト5、はい、足立区マンホール、意外にこれ楽しい、子供や動物から嫌われてそうなベスト5、5位三村さん、うん、これは嫌われてないってことですね。そうだね、あんまり一応嫌われてないってことだね。5位ってことは、まあ、子供いるしね。あ、なるほど、うん、4位出川さん、あ、これは、うん、これもだから本質的にはね。うん、3位有田さん、うん、あ、お前も犬飼って、僕も犬飼ってますし、絶対懐かないっていう、サガネさんいるじゃないですか、松君の、の子供がいるんですよ。で、行ったんですよ、家に。したら、もう絶対今やばいやばいって言うけど、僕懐いてきて、アンパンマンの絵描いてくれって言って。マジで？描いてあげて。サガネさんなの？あ、もう先輩ですね。あ、そう。ここに食いついちゃったの。その辺分かってるじゃん、だって。意外と、なんか、ね、可愛い話に食いついてくださいよ。いやいやいや、パンって言ったことが衝撃だ。あ、なんだ、いやいや、オンエア的にはサガネって言いますけど。裏に分かんない。もちろんさんですね。もちろんって。それサガネが恥ずかしい。あともう一個、犬飼ってること別に押し出してないの。出してないです、出してないです。じゃあ関係ないじゃん。影響出ないね。犬も本当に2匹飼ってますから今。こいつでもこんなキャラなのに、例えばロケとかでなんか子供とたまに絡んだりとかあるでしょ。うん、そのカメラ止まってる時とかもずーっと子供と遊んでるんですよ。あ、そう。うん。で、俺がほら一人ぼっちとかになることが結構多いんですよね、そうなると。そうするとまあ多分こいつなりに、あ、上田も絡めてあげなきゃと思うんでしょうけど、それが余計なお世話でね、子供にほらあいつ蹴っ飛ばしてこいっていう命令だから、ボッコボコにされるんですよ俺。本当に蹴りますからね子供。子供はな、マジで。俺だから子供いるから子供好きに思われるじゃん。子供に冷たいもん。冷たい。あ、そうなんですか。そう、だから何、子供生まれてから余計。
自分の子供が可愛すぎて、他の子供がなんか、他が可愛くなくなっちゃう。なるほど。普通逆って言いますよね。自分に子供できると他の子も可愛く思えてくるとかって、ね。逆だって。こいつムカつくなぁ、みたいな。そうなんだ。扱いを多少知ってるじゃない。はい、うん、雑に扱っても平気だから。あー、なるほど。お前のガキ思いっきり叩いてたもんね。大丈夫なんですか？蹴ってきたから、まず恐怖を植え付けたんだよ。俺が上だと。おとなしくなったもんね。で2位、大竹さん。お俺2位。1位、上田さん。あ、そう。上田が意外ときつく感じてる。同率1位でムツゴロウさんっていう。まあまあいいや、ムツゴロウさんと一緒なんだ。動物に嫌われてそうなの。何やってんの、応援だよ俺。人生のチョイス間違えちゃって。一番遠いとこにいるな。俺も結構子供好かれるけどね、俺も。そうだよな、うん、逆に大竹の方が優しかったりするから、ボケの人ってやっぱりなんかこうあるよな、イエーイとか来るから、うん、安心するのかな、うん、とか犬とかも、ボケの人って自由だから、うん、なんていうの、収録があろうがなかろうが笑って遊んでるけど、こっち好きになきゃいけない、その次の進行のね、こっちの匂いがしちゃって邪魔なんだな、確かにそうかもしれない、働くおじさんなわけだ、それある、確かに、それだから犬もわかるんだよね、仕事の匂いがしてすぐ俺の部屋で寝たりするからね、犬とか来たら、それにしては俺たちはあいつら今日ビジネスで来てんだろう、そうそう、進行しなきゃいけないから邪魔しちゃいけねえなって犬が余裕ねえなあいつらみたいな必死だな、まあ、余裕がある人のペットですからね、犬っていうのは、そうそうそう、余裕なんだよこっちはね、うん、ああそれあるな、そうだね、はい、他ベスト5ないかな、もう来てる、結構来てる、来てるね、意外と鋭いですねこれ、うん、お笑い大好きな人が見て聞いてるからね、やっぱね、ファックス来てます、青森県のクロードチアリから来てますね、今更クロードチアリだ俺らのね、なんか笑わないやそれクロードチアリってね、将来血迷って小説を書きそうな、関東芸人ランキングです、5位出川さん、これ恋愛小説を書きそうだと。ああ。まあだから一応書きそうにない。書きそうにない。確かに出川さんが書いたもん、別に読みたくないっすもんね。俺ちょっと電話書きたいんだよね。恋愛でしょ、恋愛小説。海を越えてでしょ、タイトル。海を越えて。異文化交流の。でも恋愛にうるさいじゃないですか。恋愛にはうるさいですけど。芸人としての道を書きたいんですか、なんかいろいろ寺に修行したり、なんかいろいろちょっと、紆余曲折があったから、なんかそれは書きたいなと思って。でもそんなこと言ったら多分来ますよ。今書いた方がいいんですよ。話来ますよ、今書いといた方がいい、いやいや、そう言ったって来ないんだもん、これはCM とかさ、ぶっちゃけやばいよ俺の人生、ぶっちゃけやばいよ俺の人生、どうですか、あーいいね、やばいよやばいよ、俺の人生絶対呼ばれるやばい人生なんだよ、見たくない、見たくないよ、だから大変な仕事して見てる人は優越感してられるっていうのありますよね、あちょっとこれを見ればこんな時代だからこそ、そういうふうに考えてるそうそう、時代にはマッチしてます、はいはいはい、そうだね、はい、それぐらい辛いのやってるっていうことでね、はい、4位大竹さん、うん、書きそうもないってことで4位ですね、意外な、短編小説、うん、ああ、うん、なんかこうどんでん返しがあるようなね、短編小説で面白いの書きそうですね、すごい才能あるな、短編でそんなどんでん返しも大竹さん書きそうだけどな、書きそう、うん、大竹さんが一番書きそう、あそう、俺も書きそうでも書かねえ、めんどくせえからね、あれ小説とかね、だからゴーストに書かせるんでしょうね、そうだね、うん、俺それだけ出してんだろう、ね、でそのゴーストにものすごくダメ出しするじゃあ自分で書けよ3位有田さん、はい、感動小説ね。あ、お前感動小説うまそうだな。ただもちろんごく一部のマニアにしか受けねえんだろうけど。まあだからトースポの玉門占いみたいなのはできるかもしれないね。大抵やってますから、どんなプレーなのかっていう、俺の前を通り過ぎてた女優みたいな具合がいいとか言え、はい、言えます言えます、小説じゃねえよお前それやれよやれよ、あお前やれ、全部やっちゃってんだろ、第一章第一章ホイトニーです、海外からだからいいよ、第一章に持ってこない、海外のスターをやっていこうよ、はい、マライアキャリーとかね、うん、まあ、歴史上の人物もやってます、はい、2位、三村さん、お同じく官能小説っていうことね、あれじゃあ俺1位ですか、そう1位上田さんということで、宮部みゆきですか、俺、はいはい、を意識した本気の推理小説上田は書けるなんでそんなの分かんだろう、ミステリー大好きなんですよ、大好きさ、やっぱそれ宮部みゆきさんみんな読んでんだ、宮部みゆきさんも何冊かは、上田はほらなんか嘘の
の理論みたいなでこう達者のイメージあるよ、喋りが、うんうん、いややっぱだから頭のいいイメージあるもん。そうなんだよな、分析とか、分析とかこう理論とかね、あの上田が文章書くでしょ、うん、意味わかんないですもん。もうあの学者が読む、学者が読む論文かよ。もう丸とか点がない、ずっとこんな。そうだよ、そんなことないよ。だ上だもんね。なんだ、好きなのか、勉強してんのか、やっぱり今でも。本いやだってすごい、まず朝から新聞、朝日新聞ずーっと読んでスピーカーまで一般紙読んでんの。面白い。普通に新聞は、あ、スポーツ新聞じゃなくて、スポーツ新聞じゃ、芸能欄じゃないんですよ。ちゃんとマジ芸能欄じゃないとか、何読むものがあるの。経済は何を読んでんの。経済はもうすぐ40歳の人ってね。俺そんな質問が来ると思わなかった。占いコーナーはないですか。うん、俺じゃ読みます。スポーツは読むよ。あと事件あるじゃないですか。社会面見るでしょ。だスポーツ新聞だけでしょ。事件が起きた時はね、あの常に遠くにあの鋭いメスを入れるために。そんなシーンあんまりないけれども、でもその経済面なんて絶対見ない。政治も見るし、上田はあの天星人号みたいなの読むでしょ。あ、そう。株式の流れとかも知ってんの。ああ、でもこの間ロケ行った時にお前何読んでるんだってパッて見たら経済の。本を買って読んでるとかね。お前その金でなんかやっていくんだな、そういう将来的に自分で。いやいや別にそんなつもりないですよ。ただたまたま面白そうだったから、それを面白いっていう感覚ですよ。っていう感覚がすごいな。もう2行目で意味わかんないもんな、うん、使ってる言葉とか。いやそうそう、でもね、ものすごいあのほら流行ってるのあるじゃないですか、あの細野正弘さんの、うん、あの日本の経済がわかる本とか。知らないな。ね、あのすごい売れてるよ。それは売れてますって本当に。そういう簡単なのしか読んでない。だからいる場所は違うんですって。僕ら流行ってるのって言ったらあれでしょ、ブラックジャックによろしくとかバカボンドとかその辺じゃないですか。そうだね。あ、バカボンドとか読んでますよ僕も。普通に文字ピッタンとか。違うよ、なんでそんなバカにしながら読んでる。神奈川県ブーアトゾー、うん、関東お笑い芸人トップ5の皆さんこんばんは。ありがとうございます。こんばんは。僕が考える5人の貯金がありそうな順位は、5位有田さん、すぐに使ってしまいそうだから。ああ、鋭いですね。4位、大竹さん、うん、計画を立てずにいっぱい買ってしまいそう。ああ、俺も結構出ちゃうね、全部ね。あ、3位、上田さん、うん、コツコツ貯めてそう。ああ、僕ね、多分これ外れですね。僕が多分一番ないと思いますね。あ、そう。本当に俺金全部使いちゃうんですもん。何使うんだって。何使うんだ。いや、基本的に多分あの飯食い行った時とか、あの、うん、ほら後輩とかと行くとやっぱ怒らなきゃいけないじゃないですか。それが思うんですけど。なんか飲んでものすごいっていうイメージもない。女を出てきてとか。今日のキャラなんですか。朝日新聞読んでる。後輩には怒らなくちゃいけないじゃないですか。かっこいいな、お前。出川さんにはなんか最初切れられて。そうだな。アナゴレモンなんですか。真実的なのかわかんない。クールな2枚目だよ。ね。いろんな面があってかっこいいじゃん。終わらないじゃねえぞ全部。お前。ちょっと気をつけよう。あれお前。殺し屋そういう意味じゃないですか。俺は酔い越しの金は持たないですよ。蘇る勤労みたいな金が。でも経済の方は酔いますからね。続いて2位、三村さん、うん、家族がいるし奥さんがしっかりしてそう。あ、なるほどね。まあこれはそうですよ。まあそうですよ、ね。神さんが結構貯めてますよね。1位、出川さん、はい、テレビで出川さんを見ない日はないし、ギャラが高そう。よく言うわ。ほらもう爆笑。誰がどう考えて、ギャラ高そうとか問題になったら俺声を大にしたいね。俺相当安いよ。いや俺たちのギャラ。確かにクリームシチューはね、会うと必ずね、給料の愚痴しか言わないから。多分この俺とどっちかっていうと同じなのよ。うちもマセ芸能者だからさ、もう明細もろくにくれないからさ、たまに来たらなんかおじいちゃんの死にそうな手書きの明細がくれるんだよ。そりゃね、もう2人に比べたらね、いやいや俺ら8年前もう論文を書いて全然アップしてないでしょ。びっくりしますよ。本当よく言うわ。いや本当にマジですよ。ここまで働いてよく言うわ。本当にびっくりしますよ。どんだけ働きゃ金たまんだっていうね。いや、ありえない。例えばもう、汚い。スタイリストさんお願いして、本当に3000、給料3000ぐらいで。赤字になりますけどいいですかみたいな。いや、だってスタイリストさんもさ、なんか可愛い二人組いつも連れて、はべらしてるじゃん。いや、なんか、お願いして。もなんか、一人で。おっぱい触ったりしてますもんね。可愛い二人組だよ。普通はさ、あれ兄弟じゃない。でも、可愛い二人組でしょ？パフィーみたいな。そうそうそう、パフィーみたいな。パフィーみたいな。
で着替える時もわざわざ新しいの出ましたとかこうやっておっぱい入れんなって言ってきたり、あれよりあれより料金入ってんでしょ絶対。すげえ楽しそうな現場で、だから高いんだよな最近。兄弟なんですよあの二人。兄弟だって一人でいいじゃん来るのはさ。大変だからね。ワンセットで養わなきゃいけないとお姉ちゃんが妹。あのねギャラに関してはねあの芸能界のこれはあのしきたりで、はい、クリームシチューもまあこの間初めて冠を持って結局流れちゃったけれど、はいはいはい、もうその宿命は分かるじゃない、俺たちはゲストじゃない今、はいはいはい、ゲストはいくらね頑張ったってね所詮はゲストなんですよ、わかります、あの2人はねあの一昨年ぐらいからねレベルが変わっちゃったんで、あの自分たちの冠を持った時点でギャラっていうのはね何倍にも急に上がるんですよ、ランクアップしてる、だから今ゲストの立場ですよね、相当もらってるはず、ああこれはもらってる、ね、もう CM 行きますもうすぐバイト代がもらえるけどさ、今月は3回経理の人を怒らせちゃったからもらえないかもね、ああネガティブハーツ、ありだ、うるさい。金の話だ。あのね、この二人は本当金の話好きだよ。ペガさんも好きだけど。いや、これよりね、この二人特にこの人はね。やらしいから。ありだ、やばいよ。サマーズがやらしいんだったら、俺らもう言っとくけど、前に比べたらすげえアップしてるって言ってくれればこっちも、あ、そうかと思うよ。じゃあもうコーナー行くからね。嫌です。いや、コーナー行かなきゃいけない。お金の話を。ネガティブハーツっていうコーナーです。はい。ときめきネガティブハーツ。まあ、ネガティブって言えばね、我々ギャラがね、だからそのどうせみたいなネガティブな心をやるコーナーですから、みんなからね。ちょうど今のテンションに合ってますよ。そうです。出川さんはポジティブですよね。でもどっちか自分いや出川さんネガティブですよね。どっちがどっちだっけ。もういいです。マイナス思考が苦手。普通は、プラス思考ですね、めちゃめちゃ。ね、いつも本番終わってあれ大丈夫だったかな、あどうかな。それもあるな。そこネガティブ。プラスで仕事行って、後で後悔する。あ、そういうことです、そういうことです。なんだか、バカなパターン。でもな、ボケの人は大体そうじゃないですか。ああ。なんか、ほら、リュウさんとかさ、ダチョウクラブの、あと、ウドちゃんとか、終わった後も反省もったでしょ、なんか。よ、これでよかったかな、って。それはすっごいわかるんだよね。ああ、なるほど、ね。でも、いろいろ保険をかけて本番望む人もいますよね。それは結構ネガティブ思考だと思います。ダメを想定してね。じゃあ、クリームは僕は、だから逆です。ネガティブから入って、本番行って、ポジティブに意外と良かったじゃんみたいな。ああ、俺も結構どっちか選んだらそっちに近いかもしれない。ああ、ダメなネガティブを想定して。終わってああとかっていうあんま言わないようにします。言わないね、確かに、ね。僕もどっちかっていうと、うん、僕はその出川さんと同じでバカタイプですね。ああ、何も考えずに本番行ってだから考えなよかったもんねっていう。何も考えずに。出川さん考えてたか？出川さん考えてた。考えたんですよ出川さん。考えてるよ俺。考えてる考えてる、アンケートなんてすっげえ考えるもん俺もう。アンケートただ思いもよらないハプニングが多いんですよね、その考えた以上の。それはありがたいね、それはありがたいけれども、だから結構準備してたことって何にも役立たないでしょ意外と。ああそうだね、バカらしいんですよね、うんうん、結局だから裸にと同じだもんね、うんうん、さあじゃあ、紹介したいと思います。そんなネタをね、これは清瀬市、ドクター KO からの報告です、出川哲朗のネガティブハーツ、キムタクはぶっちゃけだけじゃなくてヤバいよタモさんのフレーズもパクるつもりなんだろ、どうせ訴えたってマセキ芸能じゃジャニーズには太刀打ちできねえもんな、出川哲朗、ね、これはですね、僕はごめんなさい、TBS なんですけれども、見たことが知らなくて、うん、ある日ですね、タケちゃんに会った時にですね、うん、出川さん、もうぶっちゃけやばいっすよって言われて、ぶっちゃけやばいっすよ、何何とかなとか言われたら、ドラマで、キムタクがすごい使ってますよ、うん、俺近い人は知ってるじゃない、はいはい、俺はぶっちゃけぶっちゃけって言って、ぶっちゃけすぎだよとか突っ込まれるパターンを、はい、で俺す
何その冷めた目は。いやいやいや。普通に言ってるんだよ。普通に僕の顔ですよ、これ。いやなんで今冷めなくちゃいけないの。全部ネガティブすぎますって、それは。俺はだから、そのぶっちゃけて、これどこの言葉か分かんないけど、めちゃめちゃ使ってたんだけれども、そう、その、もう、ドラマで使ってるから、出川さんが使ったら、それパクってるように思われちゃいますよって言われて、あ、なんだよって。って思っちゃったそれ。入ってないじゃん。でももう今キムタクの真似していったらぶっちゃけとかになりますよ、ね、絶対。全然知らなかったんだよ、ね。まあでも大事ですよ。うん、もう知ってるからねみんな。続いてこれ埼玉県ズルズルから来てます。若野花こと花田マサルのネガティブハート。二人とも引退しちゃったからどうせアメフトで失敗した方って区別するんだろう。そんなことないですよ。お兄ちゃんでいいですよ。どっちも分かりにくい。失敗した方って。どっち挑戦したことあんま知らない場合あるからね。そっちの方をネガティブに考えないと、ね。面白いね。ネタっぽいね、あなたのね。得意の。そうです。ネタからちょっと派生したみたいなのがあるんですよ。これ、もう一個埼玉県ズルズル。ブックオフのネガティブハート。もう猿岩石日記は持ってこないでください。もうどうせとかじゃないんだろうか。もうお願いしてるじゃないですか。どうせ売れないからってことが言いたいんでしょ。100円コーナーでしょ。続いて、千葉県の春ウォッチ2からの来てみますね、小池栄子のネガティブハート。プロレスラーの彼氏とものすごいプレーしてると思われてるんだろうな、私マグロなのにってことね。ああそれはネガティブかな。ネガティブじゃないよね。でも幸せですからね、本人はね。それはそうですよ。で、マグロじゃないと思いますね。想像してるんだろうなと思うことがポジティブだよね。そうだよ。お前のことなんか想像してないよっていうのがマグロなんですよ。私のことなんかっていう。そうそう。これポジティブな意見ですよね。なるほど。深いな、これ。深い。区分けが大変ですね。そう、区分けが大変です。だからこれポジティブな意見。ポジティブだよね。続いて、草加市の、平井康弘から来ております。山下達郎のネガティブハーツ。そりゃきっと君も来ねえよな。これ分かりますか意味。はい、分かりますよ。きっと君が来ないと。まあ、毎年ね。山下達郎が言ってるってことね。俺じゃっていうことでしょ。ネガティブすぎだよ。ネガティブすぎだよ。そういうギャグとか言ってんでしょうね。たまにはね、自分本当に来ねえよ。だから俺テレビ出ねえんだ。まあね、でもその、きっと君は来ないの時点でもネガティブですもんね。そうなんだよね。もうその時点で。そうそうそう。決めちゃってんだ。来るかもしれない。で、続いて、これは千葉県のミロンから来てます。離婚した梅宮アンナの旦那のネガティブハート、うん、結局羽賀健二のチンポに勝てなかったって言いたいんだろ。いやいや、あそれは言いませんよね。言わないよ、そんなチンポじゃねえもんね。チンポじゃねえ、知らねえし。ただこのネガティブハートは意味がわかるな。ああ、まあ気にするもん。気にするよ、男はね。特に大きいって噂がありますからね。そうそうそう、なるほどね。エッチじゃ勝てねえから。そうかそうか。確かに上宮アンナさんがいたとしましょう、なんか黒けない自分でいるでしょ。いる。これはすごいことこけ経験してるから、バカにされそうだなみたいな。そうそうそう。ああ、僕頭の中でもやれないですよ。でか、頭は今は得意がってましたけど。いや、そうだ。俺はね、ビビんなくていいんじゃない。全然。かっこいいな。俺全然ビビんない。いけます、いけます。例えば、外国の男性と付き合ってる女性いるじゃない。それで次行くときみたいな。ああ、全然気にしてない。いや、だって、ロシア系ですから。だってね、ロシアの方と。俺逆にもっと驚かす自信あるから。すごい。いやいや、黒いてほしいけどね。てか本気、本当にそうだからね、でも。本気で言ってますからね。風呂入ってもだって何回もチンポ見てますけど、通常時が俺のたったぐらいあるから。ええんだ。本当。あのね。人がマッとしてるから。顔面がでかいのよ、顔面が。チンポの。これが。うわ、本当。ね。でもさ、有吉もすごいけど。有吉もいい、綺麗なのしてるよね、有吉。綺麗な形してる、あいつ。最後、横浜市の、ピンクのハガキ。出川さんのうんこ食いてえなから、来ております。釈由美子のネガティブハート。もう、フェラ由美子でいいよ。思ってね。そういう意味じゃない。まあ、わかるけどな。なんか、釈っていうとこがいいよねとか言ってましたね、一回ぐらいは。釈っておい。釈由美子ですっていうね。フェラ由美子でいいですか。フェラに変えちゃったらね。テレビはね。本人はフェラでもいいんだ。もう結局もうめんどくせえから。みんなそう思ってんだろうって。
以上ですけどもね、これどうですか、一応以上読みましたけど一番こう引っかかったのどれかありましたか、ね、あ、このコーナー面白いですね、僕は単純に最後のが面白かったですけどね、これいきますか、ね、うん、またやろうかこのラジオね、ユミコネガティブアート、セラユミコでいいよ、書いたですね、ピンクのハガキ、出川さんのうんこを食いてえな、今後だもうラジオの全部変態のエログロ、もう全部エログロ、トナミディレクター賞を差し上げたいと思いますね、君には、ゲストからのじゃプレゼントを差し上げたいと思います、他採用した人には全員集合のあれを差し上げます、ということで、はい、このコーナーでネガティブハートを募集しております、はい、郵便番号 107-8066 TBS ラジオサマーズの逆にあるだろ、メールアドレスは全て小文字、あれアットマークベスト .tbs.co.jp ときめきネガティブハーツの係まで、はい、では最後にですね、はい、先ほどから出たストラミディレクターの、ネガティブハートを発表して、相当ネガティブな人ですね、トナミディレクターのネガティブハート、スペシャルウィーク当日を迎えた、まあこの今日ですね、はいはい、スペシャルウィーク当日を迎えた僕のネガティブハート、うん、スペシャルウィークなのにゲストがなあ、これはネガティブとかじゃねえ、本気だよ、てかポジティブですよ考え方はこいつらじゃいまいちだって言ってるわけですから、ただカッコ下に書いてありまして、家帰ってぶっこいてやるって意味わかんねえ、ぶっこくとしてポジティブだよね、どこ見てんだ、スタートしかったで勘弁してくれ、もうそう思ってるの今日はね、すごいもう祭りでもなんでも、まあ、ある種祭りです、ね、祭りです、ね、エロ祭りみたいになってる、ね、CM 中もずっと変態ですよねさあ、分かんねえこれ。ベスト5来てるよ、来てる、はい、うん、お深谷市のタモリのつもりから来てます、うん、レストランなどでトラブルが起きた時にめちゃめちゃキレそうな人ランキング、お、うん、5位出川さん、うん、そんなにキレないってことですね、じゃあ、そうですね、優しいからね、4位三村さん、うん、3位上田さん、お、うん、2位大竹さん、お、1位有田さん、大竹さんが怒りっぽいのはこのラジオでも有名ですが、それ以上に有田さんは人の嫌なところをボロクソに言いそうなので怖いです、あのそれはね勘違いですよ、ね、これ正しいですか、あの僕本当に店の人とかはもうビビってますから、僕は何があっても停止です、ただ、うん、あの悪口はすごい、その後陰口陰口はすごいですけど、その時はもう本当に平謝りです、いい人で終わると、もうトラブル大嫌いですから、うん、そう、俺も大嫌いだトラブル、言えないでしょ、例えば間違えたと、言いそうだな、でも向こうから巻き起こるだから、なんかそのいや権力みたいなことにちょっと言いたくなるわけ、あれおまわりさんとか、うん、お医者さんとか行った時に巻き起こるのよ、だからすぐバッとこう、うん、言うんですか、レストランとかすっごい大人しいよね、でもそこで言うのがすごい、レストランも言うけどたまにね、うん、言うんだやっぱ、その店長さんみたいなことになんでこのスパゲッティのこの脇に添えてあるものが欲しいのに、うん、ここがポテトサラダに変わってんだ、それをボンって上ドレスの子にサッと置かれたら言うよね、うん、そう日替わりランチ、いや違う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 、ハンバーグセット見て、別にハンバーグ食いたくないんですよ、スパゲッティがついてた、なるほどね、スパゲッティこれが食いたいから頼んだのに、先言ってくれと、そこがポテトに変わってんね、でそこれをだからもうキャンセルだと、うん、他のにしてくれと、メニュー持ってきてくれっていう、いやじゃあ、そこだけ買いますんで他食べてると、いやもう冷めたと文句言ってるうちにそうそうでしょ、違うで呼んでるのに来ない10分ぐらい、でもそういうようなことは間に起こるんですよ、医者でも行ってこれなんだすごい痛いんですけどって言ったら、わかんねえなって言われた瞬間に、わかんねえってなんだ、俺もわかんねえから来てんだもんってなるわけ、いや言わない、お前も知ってる医者全部電話して紹介してくれって、二度とそこには行かないけど、その場では言わないですよね、いやむしろだって間違えたメニュー来ても、うん、あこれあいいシーズって言います僕は、いや俺も言うよ、俺あのあこれあのこれとも言わない、いかにもこれを頼んだかのように俺は食べますよ、嘘つけないよ、ほんとスパゲッティ食いたかったなみたいな、あの仲間内で言うぐらいだよね、店員さんが去った後、うんうんうん、じゃあそれ俺普段はそうだよ、それたまたまなんだよ、うん、たまたまないのがたまたまもさ、しょっちゅう怒ったらそら半端ないっすよ毎回行くたび怒ってたら、そうだ俺もたまたま年に1回ぐらいだ本当に、あのね根がわがままなんだ続いてのベスト5来てます、山形県の青唐辛子さんからね、これもしも引退したら何を、え何ですか、あ普通の何のこれベスト10あ、上に書いてあるんだ、芸人を辞めたら潰しが効かなそうな人ランキングね、嫌なランキングだな、逆に言うと芸人しかなれない、5位上田さん、
頭がいいから何でもできそう。ああ、それ嬉しい。ああ、ありがとう。なるほどな。嬉しい、嬉しい。頭いいから何でもいいですよ。まあ、なんとなくわかります。4位が有田さん。うん。金貸しっていうことで。似合う。じゃあ、その金はどこから集めてきてるの？俺だって失敗してるんですか、芸人。金ゼロから金貸し。できんならやりますけどね、ゼロから。で、3位が大竹さん。バーのマスターっていう。ああ、似合うな。なるほどね。確かに。もう黙ってね。ただ短期に小粋なジョークを言いながらね。短期だけど。小粋なジョーク。帰れとか言ってね。うん、2位が出川さん。コンビニの店長。あー、できそう。似合うな。なんかバイトからいじられながらね。聞いてるかな、それ。逆に呼び出されてそうだもんな。2位ってことは潰し効かないってことだよね。で、一番潰し効かなそうなのが三村さん。いや、芸人辞めない方がいいと思いますっていうことね。俺、絶対潰し効くって、俺、こん中では。結構上位だと思うよ。いや、サラリーマン気質持ってるもん。じゃあそれいいんですか？わかんないけど。ちゃんと俺遅刻しないしね。うん、俺大竹さんとかの方が潰しでも効かないと思う。大竹さん、有田。ああ、効かねえ。芸人しかなれないよお前はって言われてるわけですから、すげえ嬉しいことじゃないですか？まあそうですね。お前お前に向いてるよ。まあね、そういう意味ではね。だよくこのもし引退したらみたいなこと言われるけど、あります。俺か。考えて、いや、てか、なさそうなんですよね。何もできなそうなの怖いんですよ。引退したら何にもできないよ、ほんと。たまに思うんですよ、だって、あ、もうやめちゃおうかな、とか思うときに、じゃあ何すりゃいいんだよっていうとき何も浮かばないから、あ、またもう現場行くしかねえわって。ありますよ、考えても、出川さん。いや、俺、スタントマンにはちょっと。いや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 、だって自分の名前で出た方がいいですよ。スタントマンみたいな感じですもん。なんかもしもうこれあのダメになったら、なんか、うん、あのまあなんかあやってみたいなとかなんていうかなんかそそられるのがなんかああいうのはそそる。リアクションスタントみたいな。いや、スタントマン。ダメだ、かけたら、出川さんでバレちゃいますから。やばいよとか言っちゃったら。やめてるじゃないか、思ってた。ただ、でも出川さんの感じのスター俳優がいないですもんね。代わりがいないんですよ。他の、ね、お笑いの人がお湯に手を入れるときに、急にそこだけ出川さんの手になる。手だけ。あ、それ新しいな。動きだけ、出川さん。そしたら雇うやつ多いっすよね。あの人うめえからあの人頼もうよって。ここ出川さん。言いたくなるもん。そういうことですね。上田できそうだよ、何でも。上田は。いや、でも俺も何も浮かばないですね。これならできるっていうのが。あ、そう。何もな。本書けるでしょ？いや、書けないよ、だから。勝手に予想で言ってるだけ。書けない。評論家やるでしょ？評論家ね。できない。映画ももう、ほんと、どうでもいい映画を語りますから。ああ、評論家ですよね。あと、演出校やな。演出校ですから。それは、国会前です、みたいなのもやりそうです。中継もできる。レポーターうまい！レポーターうまい！記者でできる。これ、言ってないじゃん。やって。それ芸人の一応範疇でしょ、これも。転職だよね。, 笑いをやめたみたいな感じだった。なあ、うん、まあある種引退なんで。江東区、青紫式部、女にこびそうなランキング。5位、有田さん。こびないってことですね。いや、こいつはこびるよ。俺多分この中で一番こびるっていう予想だな。ありさん、ものすごい優しいね。こんなに。で、これ間違いだね。4位、三村さん。これは合ってるね。こびないね、俺は。こびなそう。基本的にもう別にどうでもいいですから、女の人は。ああ、そうです。神さん一筋ですか。かっこいい。ケツの穴にはこびるでしょ。こびるね。見て。はい、収縮させて。これ入れてみて。はい。上田さん。うん。これは平均的な。いや、だからね、多分ね、三村さんと一緒ですよ。要は、ね、女性と、そういうエッチなことをしたいからこびるわけでしょ。そう、したすぎる。俺ら別にしたくないから、こびる必要がないんですよ。そこは堂々としてられるのよ。いや、お前、堂々としてられるのか。してられるよ。余裕で。あ、そう。で、2位、大竹さん。ああ、こび。でも2位でしょ。うん。2番目にこびるってことだね、こんなの。そう。俺、そう。いや、大竹さん、俺、こびないなと思いましたね、一緒に飲んでて。そうなんだ。こびないで持ってくるんだ。多分飲み会とかやるっても、そうそう、そうなんですよ。政治とか言わない。言わないし、あ、そうなんだ。お前、うるせえよな、とか、平気で言うじゃないですか。お前、うるせえ、どれよ、お前。面白いね。俺、帰るわ。みたいな。そうですよ。かっこよく映るんじゃないやっぱ。いや、もっと俺、こびると思ったの。それ、逆に作戦なんじゃないの大竹さんの。そうやれば、女はなびくって。違う違う。そんなね、そういうかっこよさでもないのよ。
あ、平気で、今のお前つまんねえよとか言って、パッと話やめたりするの。それはどうかな、その女の子を芸人としてのレベルで査定するの。だから、すげえと思って。大竹さん余裕があるときはそうなのよ。だから、それ結構、俺に今視線が集まってんなとか、あるじゃない。飲み会の余裕。ないね。でもね、一回ね、俺が全部勝ち取った時があったの。第一印象誰が好きって全員俺になったの。余裕なかったな。急に乱れ出してこの会を壊してねえじゃねえか。壊しに行くんだね。だからイラッとして。だから俺その時からわがままだなこの人この人って思うよ。この人ってちょっと距離置いてる。出川さん。これどうですかね。これはあのこびるんじゃなくて、あの正直な気持ちを言うだけなの。チューしたいとか、あのそれはこびてんじゃなくて、チューしたいからチューしたいって言うんだよ。アメリカンなんだ。そうそう、アメリカン、アメリカン愛が。お、俺だから抱きしめたいとか普通に言えるのよ。いや、アメリカタイル。それは言ってるけども、なんかこびてるの例として間違えてるんですよ。あのだからこびてんじゃなくてね、うん、それはね、大丈夫とかそういうことはしないですもんね。あ、そういうのはしないですよ。いや、出川さんは普通ナチュラルですよ。あのね、俺紳士っぽいのよ。俺も紳士だと思う。結構。だから気に入った女性にはそうなんでしょうね。そう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 。あんま好きじゃないもんな、もうちょっといやいやとか言うでしょ。いやいや、俺気使いしいだからそれはしない。レディーファーストとかどうですか。ああそういうのはちょっとやって恥ずかしいな、うん、エレベーターで少しこうドアを押さえてて、うん、でも出川さんできそうな感じするわ、すっげえ紳士。いや出川さんそれはやんない、やんない、馬とかはやんない。そこはちょっと江戸っ子っぽい、うん、花とかはあげる、ガンガン花とかはあげるけど、そうやって車をあげたりとかはそこは全然しない。でもこの中で花をあげる時点でもうちょっとそれはコビなんじゃないですか、ね、そうかもしんねえ。なんでそれはコビじゃないじゃん、あげて喜ぶ表情をあげたい、喜んでくれるかなとかいう、そうやらしい気持ちじゃなくて、あげたいから、ね、そう、あげたくて彼女がニコッと笑った表情が見たいの。あ、それ与えてますよ。そうそうそう、与えてますね、それはね。絶対打算的ですもんね、花なんか。彼女の喜ぶ顔が見たいってのはすごいことだよね。あいつ確かこの花とか言ってたなって。いや、そんなんじゃないですよ。あいつはあなたはやっぱこびるでしょ。そういう意味で言ったら、もう別に土下座なんて平気でしょ。いやだから最終的なところで土下座するんですよ。いや、あっていきなり無理ですよ、コンパとかで。いきなりは。最終的なところ。土下座してたじゃん、だって。お実際言ってんだろうが。頼むから車の中でとか分かんないからね。この人最低でしょ、本当に。それこびてるんですよ。そうバリバリこびてる。気持ちを言ってる。こびてる。素直な気持ちを言ってるだけですから。お前、でも似合うからな、それが。似合いたくねえ。コビが似合うよ。コビが似合う。今日もいいですか、はい、メール読まなくても。あっという間に終わってしまいました、ね。もう終わりか。まあまあまだもうちょっとありますが。まあこれさ、あのだから今日で終わりにしませんから。うん。また。お。第2弾、第3弾。第2弾。でもまたどうなるよ、ね、祭りを。ブツブツディレクターがまた言うわけでしょ。もうやだよと。こいつらだなって言うでしょ。今思ってる。またやるとか言ってる。2回目は失敗するって言うんだよ。調子乗んなよみたいなコメント入ってます。頭の中でね。恐ろしいです、あの。でもやります、これ、はい。クリームシチューのお知らせが。はい。3月の17日ですけどね。はい。17日にですね、月曜日かな、多分。恵比寿のエコー劇場で。うん。僕2ヶ月に一遍、あの、単独ライブみたいなのやってるんですけど、うん、タイトル、海鮮水魚って言うんですけども。それ、しがみついてるんですよ。しがみついてる。ライブだけ残しておこう。やらせてね。ネタはね。はい。ネタもやって。うるさいしね。ネタもやります。はい。それをやってるのが、今度は3月。うん。もう5回、6回目ぐらいですけど。おー。行くときどうしたらいいの？じゃあこれ。行きたい人は。行きたい人は、あの、買って、チケットを。どこで買うんだよ。あ、あの、チケットピアとローソン。うん、あ、ほんと。で、両方買います。そこでね。はい。はい。分かりました。3月17日ね。3月17日です。はい。はい、そして私たちもいいですか、うん、12月に、天王座アートソフィアでやったね、はい、ライブ、サマーズライブがビデオになりました。おお、ポニーキャニオンより、発売中でございます。昨日出たんだよな、これ。昨日出ました。昨日だっけ、おとといか。昨日だよね、うん。で、4月は DVD 化も決定しました。あらら、はい。サマーズライブ。これなんだよ。6本ぐらい出るよね。6本。そうやって今までの6本ぐらいかな。6本だな。スカパーでもやってましたね。そうそう。見ましたよ。今回のね。そう、スカパーとはでも違うアングルで撮ってますから、らば見ても帰ってね。アングルの問題じゃないと思うんですよね、お笑いって。おまけがいっぱいついてる。おまけがついてる。あ、なるほど。何日目に撮ったやつ、俺の笑い声入ってないから。あ、これ25日じゃん。25日ぐらいじゃん。5日目ぐらいですね。はい。撮ってますね。ぜひね、そちら。ここまでやっぱ出川さん出たいんだ。やっぱ出たいんだ。さあ、そして、来週の宿題をね、
とりあえずおさらいしておきたいと思います。穴があったら入れたの問題はこちら。来週はモーニング娘。の新曲モーニング娘。のひょっこりひょうたん島から、穴入れます。ここからか。この後は。この笑っちゃおすすめ側なんだ。泣くのは嫌だ。穴。三村兄弟が着物クラスを書いて送ってきてください。はい。ネットハガキ甲子園はスペシャル大会、全員参加の東西対決。タイトルじゃんけんのテーマは TBS のドラマグッドラックの続編のタイトルグッドラック2ホニャララを考えて出場してください、うん、さらに開運へしんだんとやめる人のへの音を大募集カセットテープか MD に録音して送ってください気持ち俺これ聞くのもちょっと気持ち悪いんだよ気持ち悪いよ本当に人の声ね、いいよ、はい、出てるよ音 こういう気持ちいいやつ三村の今の、うん、三村のは、うん、はいまあ、気持ちいい歯切れのいいっていうね、うん、で、来週はですね国語リミックスとか時々ネガティブハーツ、はい、雑四大ディスコ、その他普通のお便りもお待ちしております、はい、全ての宛先は郵便番号 107-8066 TBS ラジオサマーズの逆にあれだろうメールアドレスは全て小文字あれアットマークベスト .tbs.co.jp ということでそれぞれの会社、はい、ネタ採用されると来週はひょっこりのあれを各コーナーの優等生にはものすごいあるコンビニやファミレスで使えるクオカードのあれをプレゼント、はい、そしてプレゼントクリームシチューサイン入りカレンダー2名おお山形県青唐辛子お杉並区0点レビュアーと出川さんのプレゼント何ですかこれ放送後です、ね、僕ね本当手ぶらで来ちゃったんでこの薬の袋ぐらいしかないなあとモテ男あといいもの東京都狛江市ゆうぴょんに差し上げますおめでとうございます3人はい、これねいいですよ。出川さんにもっと練ってちょっと。出川さん時計あるんです。じゃあダメダメ。これは無理無理無理。これは思い出の時計だから。早かったな拒否。発想を持ってになるわけですか、はい、じゃあこれプレゼント。そうですね。ね。もし分かれば教えしますけどもね。うん、これも今日終わりですけど。はい、うわあ。いつですか。これ本当楽しかったな。楽しいね。もう近々ね、うん、このまたこのメンバーで財布どうしたんですか、ね、いやなんか本気で2万円出してるいやなんかないかなって名刺とかはいどうぞごめんなさい大丈夫ですか、ね、はい大丈夫ですまた来てくれますか出川さんいやいやもうこういうの楽しいねいいですね、うん、こういうもうギャラとか関係なく来ますね楽しいね本当に、ね、店で喋ってる感じだもんねそう毎週だけでね、うん、飲みながらあ飲みながらいいですねいいね飲みながらどういうことになるぞこれ危ねえぞこれもっとエロ風呂になるって逆に真剣トークになりそうですそれ流したくないな。カットとか入ったらね、すぐ離れ出すからね、お笑いに対して。だね。あのね、そう。あ、三村さんのお笑いの。入ると必ず手にね。俺も好きだけど、あの大体うっちゃんにね、お前には負けねえよってすぐ絡み出すの。またお願いしますね。じゃあありがとうございました。ありがとうございます。明日のジャンクは極楽とんぼの吠え玉。では最後に TBS ラジオ推薦曲、スガシカオのさよならを聞いてお別れです。ということでサマーズの逆にあれだろう。また来週。バイバイ。